ラジオ伊集院光とラジオと4月13日月曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの新井真希です。いや、あいにくの雨。まあだからその人それぞれですけども、はい、表出ないってことに対して諦めがつくから、まあ雨もありかっていう考え方もまああるか。うん、ね。しかも今日寒いですもんね。ね、なんかね。うん。8度から10度ぐらい、関東地方。はい。で、あとこの雨も、まあいいかじゃないぐらい強くなるところもありますという。ねえ。昼過ぎにかけて激しく降ったり雷雨になるところがあります。はい。道路が水浸しになったり川が増水したりする恐れもありますということで、皆さん気をつけていただきたいですね。ね、この騒ぎの中にさ、急に夜中地震あったりとかさ。ありましたね。思わず俺一人で部屋にいるのに勘弁してくれよってちょっと。うん。結構長かったし。うん、長かった。ねえ。うん、まあ、なんとかかんとか乗り切っていきましょうよと。そうですね。はい、うん。今週のメッセージテーマお願いします。はい、今週のメッセージテーマは、先週に引き続き、で、最近どう？もうテレビもバラエティはほぼほぼないね。そうかもしれませんね。あの、新井ちゃんの MX のやつ。はい。私は金曜日のバラ色ダンディを担当しているんですけど、MX テレビは、先週から5時に夢中と、バラ色ダンディの、その、バラエティ要素の強いものというか、じゃあ、あの二つは、報道ではないということですね。基本的に新聞取り上げたりしてますけれども、まあ、でも楽しい番組だからね、基本的には。まあ、その、報道色の強いもの以外は、お休みというふうに、当面、とりあえず2週間お休みっていうふうに、先週から言われてるんですけど、2週間でどうかなっていうのも正直ね、あるような気がします。我々の仲間うちにも、陽性ですみたいな人はね、うん、ちらほや出てきましたんでね、自分もほとんどテレビはないかな、うん、割と少人数でやってる NHK の100分で名著って、はいはい、自分とアナウンサーさんともう一人その先生がいるだけですけど、あれなんか割と端っこ端っこでもできそうかな、でかい声出すもんでもないし、はい、でも一応、うん、まあ、なるべく、それがテレビって一個動くとそれに関わってるそのスタッフの人も多いから、はい、まあね、その8割から人と減らす機会を減らしましょうってなってくるとそういうことなんかね。私通勤が今まで電車だったんですけど、夫が送ってくれるようになって、ちょっとそれが快適です。いい旦那さんだね。逆に俺免許ないから、何やるんでもその神さんにすんませんって感じになるんで、ね、来なくていいよみたいな話にもなりますけどもね。いやいやいや。さあ、で最近どうなんですけども、はい、今週も先週に引き続いて生電話で出てやってもいいよっていう方は、うん、そのメッセージの下のところに、電話かけても OK ですと。電話かけても OK、これを添えていただきたいと思っておりますが、いただいている中ではラジオネームボニチが読むスポニチさん、うん、14日の火曜日が息子の誕生日です、うん、こんな最中に、うん、で通っている保育園は開園していますが、先週木曜日より自主的に通園を自粛しています。あ、この判断も難しいんだ。はい、うちはなんとか面倒見れるからっていう人はなるべくだったらみたいな、それ自分たちで判断するのね。うんうんうん、で、本来ならクラスメートと保育園でお誕生日祝いをするはずでしたが、うん、夫婦で話した結果、もうこの一週間全部お誕生日祝いやろう。おー、優しい。なるほど。もう特別、この嫌なことだけど、コロナは嫌なことだけど、うん、いいこともあったっていうね。うんうんうん、ね。月火が妻、水木が私、うん、日金土は夫婦でお祝いを企画することになりました。へー、なるほど。私の企画はかっぱ橋で買った新幹線の食器でお子様ランチを作る。へー、なるほど、いろんなことを企画していますと、うん、だから子供はなんかその分かんなくていいからさ、はい、
5歳のお誕生日、変にいっぱいあって楽しかったな、みたいので。一生思い出に残りますよね。ね、お最後に伊集院さんから、いおりくん5歳の誕生日おめでとうと言ってくれませんか、うん、あ、もうもちろんですよ。ハピバースで歌う。はほぼほぼ俺、番組で歌を歌うってことがないですけど。歌う。ハピバースで歌う。歌う。じゃあ、確認ね。はい。ディア・いおりくんね。いおりくん、ね。ディア・いおりくん決めとかないと、はい、ディア・ハンス・ハンス・シャーってなっちゃうから。必ず。ディアまで来たあたりで、なんていうのになっちゃうから。いますよ。はい。ハッピーバースデイトゥーユー。ハッピーバースデイトゥーユー。ハッピーバースデイ、ディア・イオリくん。ハッピーバースデイ、トゥー、ユー。せっかくディア決めたのにさ、最後の最後でお互いさ、はい、私たちハモれませんけどみたいな上とか下とか、その迷いちょっとあったでしょ。俺もありました、ね。途中であ明日だなって思ってた。俺もあったで、いやいいんだって今週そうなんだから。あ、そこそこそこ。今週はお誕生ウィーク、ウィーク、ウィークだからね。うん、照れくさいね歌って。ねえ。生放送の歌こんなに照れくさいんだ。でもやっぱ伊集院さんうまい。いおりくん5歳のお誕生日おめでとうございます。お誕生ウィークおめでとうございます。さあ、皆さんからのメッセージお待ちしております。はい、メールアドレスは ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp、 ファックスは03556209540355620954です。また番組のホームページにある投稿フォームやメール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマホとからも送ってください、はい、おはがき封書の宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園8と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。なんかもうなんかすげえ湧き汗かいた俺歌で。本当ですか。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。伊集院光とラジオと今日10時からのゲストコーナーには俳優の金田健一さんが登場。お父様で400勝投手の金田正一さんのお話や俳優としてのお話なども伺います。60代70代のドライバーの皆さん、車を運転しようとしたらうっかりしたことはありませんか？例えば鍵を車の中に入れたままロックをかけてしまったり、そんな時チューリヒのスーパー自動車保険なら無料で対応します。チューリヒは業界最高レベルのロードサービスを無料で提供。しかもチューリヒでご契約されている方のアンケート結果では、年間保険料が平均でおよそ2万4000円節約できているんです。チューリヒのスーパー自動車保険、お見積もりはもちろん無料。 0120-455-572 まで。夫婦で手つなぎデートが流行ってるらしいわよ。そうなの？ねえ、TBS ハウジングでデートなんてどう？いいね、マイホームも考えなきゃね。ありがとう。夢を形にしませんか？住宅展示場といえば TBS ハウジング。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時39分になりました。この時間は皆様からいただいたメールやお便りをご紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。春に旬を迎える野菜、例えば新玉ねぎもその一つですが、皆さんは玉ねぎが植物のどの部分か知っていますか？根の部分と思われている方が多いかもしれませんが、実は葉っぱの一部が変化したものだそうです、うん、ちなみに野菜は一般的に地上で育つ種類はかぼちゃのように重いものでも水に浮き、大根、人参といった地中で育つ根菜は水に沈みます。あ、そう。はい。一方半分だけ土に埋まった状態で育つ玉ねぎはというと水に浮くんです。へー、なんか人参浮くイメージだった。人参は沈みます。人参は沈むんだね。
へえ、確かにスイカとかあんなでかいけど、はい、浮くよね。そうですよね。うん。え、なんか家でいろいろ沈めてみるわ、とりあえずいろいろあるものを沈めてちょっと検証してみる。実験。さて、季節ならではの旬の味わいも四季の際立つ日本ならではの楽しみ。自然を身近に感じられる暮らしっていいもんですね。本物の自然な香り伝えます。語り部という名のお線香、ラベンダー、白梅、桜、バラ、カーネーションの花の香りのラインナップ。いずれも煙少なく残りが爽やか。お線香は自然な香り、日本香堂の語り部をどうぞ。日本香堂からのお便りでした。新井ちゃん、はい、リコーダー始めたの？あ、そうそう、最近リコーダーをネットで買って1000円ぐらいで売ってて、小学生の時以来吹いてるんですけど、なんか今日持ってくればよかったって思って、ハッピーバースデーも弾けるんですよ。めっちゃいいんですよ。ごめんごめん、なんでリコーダーにしたの？え、なんか楽器をやりたいなって思って。すごいわかる、すごいわかる。で、母がバイオリンをやってるんですけど、バイオリンはちょっとハードルが高いって思って。そりゃそうだよ。ちょっとコロナだからっていうわけで始められないレベルで。そう。で、ウクレレも楽しそうって思ってたんだけど、もしも下手くそだったら、なんか続けられないかもって思って、リコーダーだったら吹けるかもって思って。しかもなんかピタゴラスイッチとか吹けるようになったらかっこよくないですか？で、とかの後があんまないけどね、リコーダーのその、なんかみんなに聞いて聞いてっていう曲が。超癒されますよ。俺ね、それで言うとね、はい、椎茸栽培始めたよ。椎茸栽培のキットって売ってんだよ。売ってて、はい、で本当に濡らしてビニール袋入れて置いとくだけで、はい、聞いた話はその説明書によるとね、はい、3日から5日ぐらいでちっちゃい椎茸出てくるっていうの。それでその何週間かでもう食えるっていうから、でそれも食べた後にまたあって、またしばらくしたらまた生えてくるらしいから、すごい椎茸。今までガーデニング系は絶対、はい、その結果出るまでダメにしちゃうから、うん、こんな早いのあんだと思って、はい、さあ皆さんは何を、ラジオネーム柔道1番仕事2番さん。最近テレワークで自宅で仕事をしています。行き帰りの電車の通勤時間が減って時間もできてきたので、うん、家で帰っているトイプードルのトリミングをしています。え、自分で？え、すごっ。今はほとんど他の犬とも合わないですし、多少見た目が悪くてもいいかなと思ってやりました、はい、でやっぱりできんだろうと思ってやってみるとガッタガタになっちゃうと。なりますよね。なるんだよこれ、うん、うちのもガッタガタになったもん。私も実家の猫で昔やりました。ガッタガタになりました。猫ってトリミングするもんな？冬だと毛がいっぱい抜けて、でそれをしかも舐めて飲み込んじゃったりするから、玉になったりするもんね、お腹の中で。それで吐いちゃうから。それででね、手際も悪く時間がかかるんで犬は飽きてイヤイヤをしてきます。で足とお腹をやらせてくれない。で犬が噛むようになったと。でここで改めてトリマーさんの技術はすごいっていうことに気づくと。ねえ、下手すりゃその、家計が厳しい時なんかは高いって思っててもプロすげえなっていう、それなんだよね。うちも一回ガッタガタにして結局トリマーさんにお願いするっていう号直してもらえませんかみたいなあったね。なるほど、犬はちょっと災難だね。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、今週のメッセージテーマはで最近どう？緊急事態宣言が出た中皆さんどうしてますか？引き続き皆さんの近況を教えてください。はがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで。円楽です。近頃よく耳にします母の日参り、亡き母を懐かしんで墓前を訪ねればその分御母堂の思い出寿命も伸びる。それも立派な母の日ギフトですね。母の日参りのお線香は桜と白檀の香り、毎日香ナチュラル桜をどうぞ。日本香堂。日本香堂がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。ここでハイポネックスからのお知らせです。いよいよ園芸シーズンが到来、ガーデニングを楽しみたい方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そこで便利なのが園芸用肥料売上ナンバーワンのハイポネックス原液です。
植え付け 2,3 週間後から水で薄めて株元に与えるだけで、花や葉っぱの色が鮮やかになったり、実つきが良くなったり、植物がすくすく育つ優れものなんです。そんなハイポネックスから2つのキャンペーンのお知らせです。まずはハイポネックス原液を買うと、季節の寄せ植えや CM キャラクター安全漫才とのコラボグッズ、ハイポネックスの商品詰め合わせなどが当たるお花大好きキャンペーン。2つ目はクイズに答えるだけで誰でも応募できちゃうお花すくすくキャンペーン。バルミューダのサーキュレーターやアマゾンギフト券など豪華商品が当たるかも。どちらも LINE で簡単に応募できますよ。詳しくはお花すくすくハイポネックスで検索してください。TBS ラジオ伊集院光とラジオと。時刻は8時46分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日はパスポートの申請受付一時休止と中小企業従業員融資についてお知らせします。はじめはパスポートの申請受付一時休止のお知らせです。新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を受けた東京都の措置として、外出自粛の趣旨を踏まえパスポートの申請を休止しています。休止しているのは新宿、有楽町、池袋、立川のパスポートセンターの申請窓口で、期間は5月6日水曜日までの予定です。休止期間中に渡航するためパスポートを取得する必要のある方は電話案内センターにご相談ください。電話番号は03-5908-0400 03-5908-0400 番です。受付時間は月曜から水曜は午前9時から午後7時まで、木曜、金曜、日曜は午前9時から午後5時までで、土曜、祝日は自動音声によるご案内になります。なお、すでに申請されたパスポートの受け取りは通常通りできますが、発行から6ヶ月以内であれば受け取りが可能ですので、渡航予定のない方は緊急事態宣言解除後にお受け取りいただきますようお願いします。代わって中小企業従業員融資についてのお知らせです。東京都では新型コロナウイルス感染症の影響による休業での収入減などに対し、中小企業の従業員の方の生活の安定を図るため、実質無利子の融資の申し込み受付を開始しています。対象は中小企業で働いている従業員の方で、現在の勤務先に6ヶ月以上勤務しているなど所定の条件をすべて満たす方です。融資限度額は100万円、融資期間は5年以内で、利子や保証料については全額東京都が負担します。申し込み窓口は中央労働金庫都内本支店またはローンセンターです。お近くの融資窓口にお電話でご相談ください。詳しくは産業労働局労働環境課電話 03-5320-4653 03-5320-4653 番までどうぞ。東京都では引き続き都民の皆さんへ、換気の悪い密閉空間、多くの人の密集する場所、近距離での密接した会話、この3つの条件が重なる場を避けるための行動をお願いしています。またやむを得ず外出される際には、行列を作らないで人と人との間隔をおよそ2メートル確保してください。最後に東京都の小池知事から皆さんにメッセージがあります。お聞きください。東京都知事の小池百合子です。新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が発令されました。みんなの命を守るため、外出の自粛などに努めてください。生活必需品を購入するための外出は制限されません。都民の皆様のご協力、どうぞよろしくお願いいたします。都民ニュース本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース東京都がお送りしました。
膝の痛みでお悩みの方からこんなお声が届いています。歩き始めや階段の上り下りだけでなく立ち座りも痛くて、ここ2年ぐらいは年だから仕方がないと諦めてました。そんな時ラジオで通算等を知り、これはと思い電話したんです。膝の痛みがなくなってスキップができたら嬉しいですね。膝が痛かったら無理ですものね。ラジオの前の皆さんは膝大丈夫ですか？再春館製薬所の通算等は、関節炎による膝、腰、肩、肘の痛みを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-305-305、305-305、年中無休で受け付けています。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。安全漫才のミヤゾンとアラポンです。お花が元気にすくすく、栄養たっぷりすくすく、みんなのお花もすくすく、ハイポネックス原液、お花すくすく、ハイポネックス、ハイポネックス原液買って当てよう、 LINE で当てよう、キャンペーン実施中。TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。時刻は8時52分になります。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井ひろ子さん、おはようございます。おはようございます。首都高速は交通量少なめ、神奈川横羽線の上り浅田で今2キロ半、生麦から10分前後です。高速道路は圏央道の内回りの圏央鶴ヶ島ジャンクション付近、大型トラックの故障車の処理、一車線規制で始まっています。今2キロ半、通過に15分です。一般道は都内青梅街道の上り杉山公園で5キロ、四面道あたりから混んで通過に40分前後です。アクアラインの橋の部分は強い風で今最高速度40キロ。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は9時17分頃お伝えします。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。決算は赤字だし、税金も払わなきゃいけないし、年も60超えたし、さすがに無理じゃない？それでも大丈夫。お、不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック、車検のコバック。 TBS ラジオから2021年度新卒採用募集のお知らせです。ラジオを愛する熱いハートを持ったあなた、私たちと一緒に新しいラジオの未来を切り開きませんか？応募条件など詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。伊集院光とラジオと、この後9時からは最新ニュースや気になるニュースを解説、伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からは子どものピュアな気持ちをお届けするお子様インタビュー、9時40分頃からは生でラジオを聞いて賞金をゲット、大同生命プレゼンツスポーツ宝くじ。10時からのゲストコーナーには俳優の金田健一さんが登場。10時40分頃からは桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店をお送りします。さあ最近どう。ラジオネームしぐさん、私は今この状況を逆手に取り、普段なかなか許されない髪型にして遊んでいます。おお、5月末まで完全在宅勤務なので、思い切ってモヒカンにしました。おお、ベッカムのようなソフトモヒカンでなく、ガチめな北斗の剣の方のやつです。すごい。自宅でバリカンを使って自分でやったにしてはうまくいって満足です。さすがにテレビ会議や買い物に行くときなどは帽子で隠します。
もっといろんな髪型を楽しみたいので、早く髪の毛伸びないかなっていう。へー。だからちょっとした大山マスタツ、大山マスタツさんというのは山にその空手の修行でこもるときに、その、自分が逃げ帰ってこないように片眉を剃り落として、人前にみっともなくて出れないようにするっていう。ああ、ね。追い込むんですね。追い込むっていう。だから、ついついみんな自粛って言われてるのに表出ちゃうって思う人は、もう悲観にするのいいと思いますよ、みんなで。ねえ。ねえ。一回でも私坊主にしてみたいな。今ですよ。今から。今で、だってあるとしたらナレーションとラジオでしょ。今ですって。頭の形とかね、良くないとなんか。ちょっと待ってください。似合います絶対絶対似合いますからっていう乗せられてる乗せられてるねえ、うちのあの例の前向きな神さんは、はい、あの少なくともこの1ヶ月はあのほとんど外に出ない、うん、まあ多少お買い物行くものの、はい、出ないのでお化粧を休むっていうもう決めたと。こういう時期だから女性ってやっぱり毎日どうしてもちょっとするじゃない、うんうんうん、でそうするとその顔って肌休ませないと良くないって言うじゃん、うん、なんかもうそのケアはするけど一切しないマンスに入るっつってた。いいと思う。やっぱ私も3日間金土日で休みで家にこもりっきりだったから化粧してなかったけどなんか肌の調子良くなる気がする。ちょっと次は坊主ですよ、ラジオネームももっこさん、最近どう？マンションのゴミ置き場に物が増えましたね。へー。ああ、なんか、そうそう、うちのその倉庫に使ってる方のマンションは、管理人さんが、来れないので、ゴミが整理できないみたいな話書いてあったわ。みんな家にいるから、ゴミも増えるんでしょうと。それから家の片付けをするっていう人も多いんでしょう。不燃ゴミも顕著に増えてますね。ああ、なるほどね。お笑いはね、今ね、その清掃の、なんつうの、ゴミを運んでくる、車乗ってゴミ運んでくれる、バイトをしてる人が多いの。はいはいはい。で、やっぱり、そうすると、その人のこと考えるようになるじゃん、身内がやってるから。うんうんうん。で、やっぱりね、袋が破れて、マスク、使い終わったマスクが出ました、ちり紙が出ましたっていうのは、すごいナーバスになると。で、だそうすると、自分なんかも、鼻噛んだ後の紙とかは、一旦袋に入れて、さらにもう一個袋とか、マスクとかも、万が一のことがあるんで、うん、そうするみたいなのは、多分した方がいいかな。大掃除っていう発想はすごいよくわかるんですけど、うんうんうん、相当大変みたいなんで、ゴミ増えてて。ねえ、そうですね。ゴミ袋キュッて閉めるのって大事ですよね。ねえ。さあ、それから、ドクター・リトハクさん。家にこもって料理をする機会が増えたので、包丁を研いでもらう。あ、おお、あ、まあ、研ぐほどいい包丁持ってないってのもあるけども、でもいいかもしれないね。もう料理をする決意として、包丁を研いでもらう。研いでもらってるんだ。もらったんだって。へえ。んで、切れ味のいい包丁で料理していてすごく気持ちが良くて、もっと早く研いでもらえばよかったなとちょっと後悔してるぐらいですよ。うんうんうん。うち夫が買いました、研ぎ機。研ぎ機。研ぎ機。で、もっとさ、砥石まで行く？砥石、よ、結構包丁研ぐっていうのは、はい、奥深いらしい。まあ、砥石で失敗するとより切れなくなるとも聞いたことあるんであれだけど、なんかいろいろね、ちょっと時間かけていろんなことやるのいいかもしんないね。ねえ、うん。他にも。ハンマー小僧さん、伊集院さん、パートナーさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。トラックドライバーでドラッグストアに配送している自分は最近忙しく休みもなかなか取れない状況です。うん。お店から商品がなくならないように毎日毎日商品を届けますので、外出を自粛できる方はできる限り自粛をしていただいて、この危機を乗り越えてまいりましょう。ありがたいねー。なんかさ、家の前でさ、ずーっと縄跳びしてるとさ、はい、清掃の人が来るわけ。うん。柄にもなく、ウーロン茶飲んでくださいみたいな感じのことはするね。うん、頭下がります、ほんと。みんなで大家さんに。人生100年時代を生き抜く資産の活用をお手伝いします。みんなで大家さん販売が9時をお知らせします。
伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの新井真希です。伊集院光とラジオとニュースの時間です。早速今日のニュース、別のスタジオから戸崎貴博アナウンサーお願いします。はい、今日はニュースを6本お伝えします。はじめに、東京都は昨日新たに166人が新型コロナウイルスに感染し、80代の女性を含む高齢者2人が死亡したと発表しました。都内の感染者はこれで2000人を超え2068人となり、死者は42人となりました。また昨日確認された感染者のうち87人は、東京中野区の中野エゴタ病院の患者や医師などだということです。東京都は院内感染の可能性が極めて高いとしています。北海道と札幌市は昨日、新型コロナウイルスの感染者が再び増加傾向にあるとして、緊急共同宣言を発表しました。宣言では、先週から事業を再開していた札幌市内の小中高校を明日から来月6日まで休校とすることが盛り込まれたほか、繁華街で接客を伴う飲食店などへの出入りを控えるよう強く求めています。愛知県はおととい行われた新型コロナウイルスの PCR 検査で陰性の24人を誤って陽性と判定していたと発表しました。県によりますと、 PCR 検査の途中で陽性患者の検体が飛散し、他の検体に混ざってしまったことが原因だということです。誤って陽性と判定された24人のうち6人はすでに入院治療を始めていて、うち東海市の80代の男性は陽性の患者と同じ部屋に入院していました。安倍総理はシンガーソングライターの星野源さんの楽曲に合わせた動画をツイッターに投稿し、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた外出自粛への協力を訴えました。安倍総理は、みんなが集まって笑顔で語り合える時がやってくる。その明日を生み出すために今日はうちで、などと書き込みました。新型コロナウイルスの感染者は、全世界で180万人を超え、死者は11万人を超えました。こうした中、スペイン政府は国内の感染拡大のペースが弱まっていることなどを受け、13日から建設業や製造業など一部の部門に対し、外出制限の措置を緩和して、従業員の職場への復帰や工場の再開を条件付きで認める方針です。おしまいに、プロ野球、台湾のプロ野球が昨日を開幕し、新型コロナウイルスの感染拡大で延期されていた公式戦が台中市で一試合行われました。世界中のスポーツイベントが延期や中止を余儀なくされている中での開幕は海外からも注目されています。台湾政府から外出禁止令が出た場合や、選手らチーム関係者に感染者が出た場合は、リーグは中断されるということです。以上、ニュースでした。戸崎貴博アナウンサーでした。この後ニュース解説です。家具とホームファッションの東京インテリア。リーズナブルなホームファッションからプライベートブランド家具まで充実の品揃え。カフェやキッズランドも併設。ゆっくりお買い物をお楽しみいただけます。北は青森から九州までネットする。いいものここから東京インテリア。天然植物活力液 HB101。野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。 HB101 は0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説は元 TBS 政治部長で流通経済大学教授、龍崎隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、緊急事態宣言出ましたが、龍崎さんの、まあ、ご意見とか感想といいますか。そうですね。まあ、昨日の、特に盛り場と言われるようなところでは、まあ、かなり人手がなかったというようなことで政府側は、まあ、
分析しているようですけれども、まあ、それ以外のまた皆さんがお住みになっている町ではね、はい、結構人が集まっているところもあったというようなことで、さて本当にこれが効果が本当に出てくれるといいんだけどって思うんですけど、まあ、一つ気になっているのは特に生活との関連で言えば休業保障の問題ですよね。はい、で、これは政府は最初は2週間ほどは様子を見ると。外出の自粛を見た上で決めると言ってたものが、まあ、東京都が先に進む。そしてそれに追随するように他の自治体も出てくる。埼玉や千葉やですね、神奈川も始める。大阪も多分今日決めるんじゃないかと思うんですけども。そうしたら今度は政府がまたですね、夜の盛り場、まあ、接客を伴うようなところは全国でやめてくださいと。はい、なんだかですね、政府が主体となって一律にやっていくと思ったら、ごてごてに回って自治体に引っ張られていく。これではですね、本当に責任を持って国がですね、この感染を食い止めようとしているのかなというのに、少し不安をだんだん日々覚えるようになってきてますよね。なんか、もう、何してんだ、はい、保証全然ないじゃないかっていうと、はい、もう、向こうは、やってますってなっちゃうじゃないですか。はい、もう、北風と太陽じゃないけど、はい、本当はちゃんと、保証も考えてやってるんですけど、皆さんの方になかなか伝わらないんで、じゃあっていうトーンでいいから、はい、保証してほしいです。もう、はい、なんか、意固地になられても困るので、はい、お願いだからっていう感じですね。本当に、毎回言うんですけども、みんなに保証してお金を配っちゃって、後で、回収すればいいと思うんです。結局、いろんな被害があったにもかかわらず、高額所得だった人から取ればいいと思うんです。でいて、被害はなくて、もともとすごく所得が少なくてっていう人は、その貧富の差を縮めるために、被害はないんだけど、所得が少ない人にお金が行くこと自体は、そこまで強い問題なのかって僕はちょっと思うんですけども。そうですね。お話し通り、休業保障と、この状況下の生活の保障はやっぱりちょっと切り分けて、はい、生活はやっぱり困ってる人たくさんいる、スピード感を持ってやるならやっぱり全員に配る。まあ、お話の通り、後で高額所得者は税金としてまた取り戻せばいいわけですよね。それから何か仕事が、この影響が潰れてしまった人は、後で再建の面倒を見るというふうにですね、これ切り分けてスピードを持ってやるのと結果を見てやるものと、やっぱり分けてやらないと、これ不満と、本当に被害って言いますかね、出てくる可能性があると思いますよね。だと思うんですよね。はい、で、そんな中で、さらに戸惑うのは、これ素朴な疑問なんですけどもね、はい、政府側が出した、この緊急事態宣言の指定都市から漏れたところも、自分たちの都市でその宣言をするじゃないですか。はい、例えば名古屋が、宣言するじゃないですか。ってなってくると、あれ、じゃあ、国がするのって何なのっていうか、よくわかんなくないですか。さ、本当にですね、もう、ちょっと笑ってしまいましたけど、うんうん、やっぱり国、ね、じゃあ国いらないじゃん。国がね、はい、あんなを、まあ、大騒ぎって怒られちゃいますけど、やって、結局、出ないとか、じゃあ私たち勝手にやります。はい、なってしまうわけですよね。はい、国がやるということは、やっぱり一律に保障するとか、国の財政でバックアップするっていう、まあ、それがなくちゃいけない。それが期待できないとなったら、もうみんな自分でやり出した。はい、中央政府必要なのかっていうね。はい、大変なこれ、だから、安倍政権、日本の今、官僚制度そのものに対する不信感の、まあ、現れというふうにも私は言っていいんじゃないのかなと思うんですよね。もう任せてられないと。いうことだと思いますよね。はい。で、そんな中、驚いたの報道ステーションのメインキャスターの富川アナウンサーが、新型コロナウイルスに感染した、分かりまして、はい、なんでしょうね、僕の後輩の、お笑い芸人のタンポポ、白鳥久美子もそうなんですけどもね、はい、すごく真面目なんです。白鳥久美子もすごく真面目なんですけども、はい、逆に言うと、このご時世、真面目さがあだになるっていうか、ちょっとでも体調悪かったら、もう迷惑かかるなんて、その場の仕事に迷惑かかるなんて、思わないっていう、なんだろう。僕はもう今から自分に、もう、言い聞かせてます。ちょっとでも朝違和感があったら、僕がいなかったらどうなるんだろうなんていうことは申し訳ないが、スタッフにも申し訳ないが、一切考えないで僕は休もうと思ってるんですけど、ちょっとね、この辺も難しいですね。まあ私たち仕事に穴を開けるなんてことはできないっていうね。まあ、そうなんですよね。そういう育ってきた。育っちゃったんですよね。うん、
でも実は穴が開いてもバックアップできるんだというのが、ね、まあ今回のテレワークもそうですけど、はい、こういうことも含めて、考え方とか、働き方を大きく変えるようにしていかないといけないっていうことだと思いますよね。そうですね。まあ、あとゾッとしたのは、まあ、コロナウイルスの検査、PCR 検査で、はい、本当は陰性ですと。陰性の人を誤って陽性と判定いたしましたと。はい、で、その中の、まあ、24人そういう方がいらっしゃって、その中の6人が、もうすでに入院治療を始めているので、うんうん、もう、それはそうですよね。陽性の患者同士でまとまりますから、うんうん、そこに、こう、同じ部屋に入院をしていたっていう。うんうん、これね、その検査は非常にある意味、難しい検査だというふうにはずっとまあ言われているわけで、まあ変に同情すればいろいろね、仕事も、まあこの検査もこう積み重なって大変だったんだろうなっていうふうにも思います。はいはい、ただ、他の検体に混ざってしまったっていうことが分かってるということは、どっかでそういう疑いを持ってた時があったんじゃないかと思うんですよね。なるほど。後で分かるということはですね、原因不明ではないっていうことは、やはり、どこかでそうしますと、まあ、やっぱり俗人的なね、ミスであったり、これを言っちゃいけないとか、まあなんかそういうことがあったのかなっていう気もやっぱするんですよね。今さっきのお話と私これ通じることで、やっぱ今やることは、やっぱり分からないこと、まあ分かってること分からないことをちゃんと明らかにする。それから何か自分にあれば、もうすぐ身を引く。そういうですね、こう、クリアな、こう、ものをちょっと身につけていかないといけないなと思いますよね。僕らも専門家じゃないので、その、いわゆる、いろんな、検査の中にね、はい、その、偽陽性みたいな、紛らわしい事項があるというのは、まあ、なんとなく知識として知ってますけど、はい、この書き方で言うと、おそらく何かミスがあったと、うん、まあ、思われますわね。こういうことが本当あっちゃいけないとしか言えないし、でも、龍崎さんおっしゃる通り、はい、その根幹の中には相当現場の疲弊みたいなことはまあ、キャパオーバーで仕事をしてらっしゃるってこともあるんでしょうね。でもその中で、慎重に慎重を重ねてもらいたいって、まあわがままかもしれませんが、ちょっと思いますね。さあ、それと、まあ、今朝から話題になっているのは、このニュース迷ったんですけれども、安倍総理がシンガーソングライターの星野源さんの楽曲に合わせた動画をツイッターに投稿しましたと。で、まあまあ、これなんですけどね。まあ、星野源さんが新しい曲を作って、それを、まあ、YouTube に上げて、ぜひ、YouTube はいろんな形で、使えますので、うん、これをどう使ってくれてもいいから、みんなこれに伴奏を入れたり、コーラスを入れたりして、コラボレーションしませんか、うん、でいて、プロの、本当に贅沢なコラボレーションができたりとか、あと、普通に子供が踊った動画と合わせたりとかして、いろんな輪が広がってる中に、まあ、安倍総理がここに投稿したことが、まあ、評判がよろしくない。はい。うん。まあ、総理もですね、これなんか、悪意とか大義があってやったわけで私はないとはもちろん思うんですね。ただ、そうだなと思ったのは、先日の国会審議の中でも、一律に給付するって言った時に、私たち国会議員のように、全くご給料に影響のない人までもらっちゃっていいんですかねみたいなことをおっしゃった、うんうんうん。で、その言葉がどれだけですね、今苦しい思いしてる人たちに対して、なんだ国会議員はってこう思わせてしまうわけですよね。それをパッと言ってしまうぐらい、ある意味なんつうか配慮とか想像力が、ちょっと安倍総理とその周辺のスタッフの方が欠けてるんじゃないのかなと。休みたくて休んでるんじゃないんだよっていう方たくさんいらっしゃると思うんですよね。なんかその、なんていうんですかね、少なくともここに投稿することで政治的な意味がついちゃうっていうことぐらいは僕は想像できる、良かれと思ってやったのかもしれないんですけども、これってそのすごくこの星野源さんが無償で家にいてストレスが溜まっている人たちに少しでもそのガス抜きをしてもらいたくてやったことじゃないですか。うん、それに政治的な色がついちゃうっていうことは、どういうことなのか、とか、うんうん、そういうことがわからないんですかね。うん、あと何でしょうね、うん。それはもしかしたら今、世間の中で、ちょっと踏み込んだこと言いますけども、すごく仲のいい人同士でやっているイメージの僕内閣なんですね。うんうん、この今の内閣は、はい。で、この、こういう空気の中で、自分のことをどう思っている人がいるみたいなことに対して、あまり想像がついてないのかなっていうのは、ちょっと感じますね。ちょっと想像つかなすぎますよね。もう少しちゃんと耳を、そば立ててほしいと思いますね。もっと言うとね、
もっとシビアな、シビアな、決定を政治がする、もしくは、もっと、金銭的に安心できるような保障を政治がする。その代わり、それ以外の家にいなきゃいけないという目に見えないようなストレスに関しては、芸能がやるっていう、この、僕は分け方だと思うんです。それを、そっちじゃないよ、お願いしたいのっていうのが僕はすごく思うので、なんかちょっと、星野源さんは、まあ、精一杯これは、一応自分は権利を主張しないので、どんな使い方をしてもらってもいいですっていう気持ちで出したんですっていうコメントを出してるんですけど、まあそれが精一杯だと思うんですが、あ、今自分が良かれと思ってやったこの動画の件で、こうなるんだっていうことを、ご本人も周りの人も、ちょっと受け止めてほしいな、とは思いますね。はい、ちょっと時間いっぱいでございます。龍崎さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。あなたのそばにオリヒロ、いつでもそばにオリヒロの発酵黒ニンニク麹はこだわりの長野県産ニンニクを使用、生き生きとした毎日に。お店で買える黒ニンニク麹はオリヒロです。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリアオリヒロ他各社の提供でお送りしました。藤巻亮太による野外音楽フェスが今年も開催決定。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2020は10月3日土曜日、山中湖交流プラザキララで開催します。チケット先行販売中、詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。時刻は9時17分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日の関東地方は1日雨で荒れた天気になりそうです。で、気温は10度に届かない時間が長く寒いでしょう。で、今日は夜にかけて雨で、この後午後3時過ぎにかけては激しく降ったり雷雨になったりするところがありそうです。で、今夜までに多いところでは100ミリと今年一番の大雨となるところがあるでしょう。道路が水浸しになったり川が増水したりする恐れがあります。で、風はすでに強まっていて、水戸では瞬間的に25メートルの強風を観測しています。この後は強風の範囲が広がったり、さらに風が強まるところもありそうです。まあ、傘をさして歩けないほどの強風となるところもあるでしょう。気温は日中でも8度前後、夜は5度くらいとかなり冷えそうです。で、明日は風は強めですが晴れて、最高気温は15度前後になりそうです。天気予報は以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。声優の得意空です。音声ガイドアプリミミタブで得意空のオカルト探検クラブが好評配信中。月刊ムーン編集長の三上武春さんを助っ人に迎え、関東のオカルトスポットを大紹介。未知との遭遇へ出発進行。時刻は9時18分です。ここでチューリヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい、首都高速は交通量少なめ7号の上り両国で1キロ半、錦糸町から10分ぐらいです。圏央道の内回り圏央鶴ヶ島付近の故障車移動しました。首都圏の高速道路目立った渋滞ありません。強い風で最高速度40キロなのは東京湾アクアラインの橋の部分です。一般道は神奈川環状2号の外回り、港南区の関二捧交差点、乗用車単独横転事故、一車線規制で渋滞出始め、埼玉は国道17号蕨市中央6丁目乗用車同士の事故、片側交互通行中で上り1キロ、千葉は国道6号の上り松戸の新葛飾橋で2キロ半の渋滞、都内は早稲田通りの上り新井で2キロ半、通過に35分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は9時51分頃お伝えします。ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ。チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。
まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-455-572-455-572 まで。オーレック果樹園、オーレック草刈り作って売る会社、オーレックあぜ道、オーレック草刈り作って売る会社、草刈り機といえば OREC オーレック。モノタロウ、モノタロウ、自動車整備で使う消耗品をネットで注文。モノタロウ、フィルタースプレー、ウェイトグリース、何でも売ってます。カタログ無料、自動車整備の味方、モノタロウで検索。東京、世界で一番好きな場所。いろんな街と街が山手線という不思議な輪っかでつながっている。違うもの同士がつながっている。いい未来、東京環状線、山手線、 JR 東日本。高圧受電設備の電気主任技術者をお探しなら、関東電気保安協会。高圧受電設備の改修をお考えなら、関東電気保安協会。電気は正しく安全に使いましょう。関東電気保安協会。法律事務所ホームワン。ホームワンへ過払いのことで質問が寄せられています。借金の資料はないけど過払い金請求はできるの？完済からもうすぐ10年、まだ間に合う？クレジットカードのキャッシングも過払い金は出るの？10年以上は返済してるけど。今過払いのことで迷ったらホームワンへ。0120-316-279 東京弁護士会所属、弁護士法人法律事務所ホームワン。この時間はケーズ電機、大谷さん他各社の提供でお送りします。時刻は9時22分です。この時間いろんな企画をお送りしておりまして、はい、で月曜日が祝日の時決まってやる企画なんですけど、どう、まあ、自宅待機のお子さんも多いでしょうということで、はい、今日はですねこちらの企画を特別にやります。お子様インタビュー。お名前を教えてください。せきやまめいこ。めいこちゃん、好きな遊びは何ですか？車です。車でどうやって遊ぶのが好き？ブーンって。ブーンって。じゃあ好きな食べ物は？リンゴです。リンゴどうして好き？ニコニコと嬉しいからです。ニコニコで嬉しいから？ええ。じゃあ好きな歌を教えてください。鬼のパンツ。あ、鬼のパンツが好き？うん、どうして？好きだからです。好きだからです。おじさんも鬼のパンツ大好きだよ。やった？手遊びと一緒に鬼のパンツはいいパンツ。手遊び初めて見ました。手のとこパンでやって、はい、で2ってあの V サイン出すやつやった。すごいやったよ。強いぞ強いぞ。でもともとあれオペラかなんかの歌だよね。そうですよね。赤い日の服なんとかへとか、なんとかなんとか知らなすぎだろ。ふにくりふにくら。あ、そうだそうだ。めいこちゃんは3歳でございます。はい、リスナーの皆さんのお子様お孫さんをラジオ DJ デビューをさせちゃおう、ラジオデビューさせちゃおうという企画でございます。はい。だからもうこの時間が余ってたりとか子供が遊びに飢えてたりする時期にインタビュー、子供インタビューブームをもう作っていきたいということで、はい、まあ、あのスマホで録音してまあ、動画でいいですか、その動画を送ってくださいっていう、まあ、そういう形でございます。はい。さあ、じゃあちょっとまとめましたんで、まずは、こちらです。今まで食べたものの中で一番美味しかったものは何ですか？お名前は？高木翔介です。何歳ですか？4歳です。じゃあ陽介くんが今までに食べて一番美味しかったもの何ですか？
お餅？なんでお餅好きなの？もうちょちょちょって感じ？ゆら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 。ゆずきちゃんがここまでの3年の人生の中で一番美味しいと思ったものは何ですか？今までで一番美味しかった食べ物は何ですか？グラタンです。グラタン？うん。グラタンが一番？うん。今日食べたからじゃない、ゆずちゃん。うん。違う。な、グラタンのどこが美味しいですか？豚肉。今回の最年少はりほちゃんです。お名前教えてください。はい、りほちゃん。りほさん。りほさん。何歳ですか？8歳。8歳じゃない、2歳だね。2歳。2歳。はい、りほさん。りほさんの好きな食べ物なに？みかん。みかん。みかん好き。みかん好きなの？うん。どうしてみかんが好きなんですか？え？美味しいから？うん。甘いから？うん。どれ？うまい。え？うまいよ、うまい。うまい、うまい。うまいからか。オッケー。もう、りほさんって言ってたよ。りほさん。で、まず、はいってちゃんと、人に何か、その話しかけられたら、まず、はいって言うっていう。はい。リホさん。で、いくつ？ 8 歳。どうしてなん？なんでよりによって8歳？なんか、近くに8歳の子がいるのかな？かなぁ。8歳。2歳だよねっていう。いいねぇ。いいのがさ、もうさ、お父さんが喜びに溢れててさ。で、お父さんしか多分、リホさんの、インタビュー通訳できないから後半ほぼお父さんのインタビューになってくんだけど、それも含めてちょっとかわいい。いいね。俺多分陽介くんみたい子だったかな。お餅ね。まずはお餅、はい、もうすでにさ、陽介やさいっつってる時点でふざけてんだって。もう遊んでもらうのが楽しくしょうがないから、お調子乗っちゃってて、お餅っつってんじゃん。で、お餅はどういうとこ好きって、多分、もちもちしてるって多分言おうとして、これ、もちもちっていう言葉が楽しくなったんだろうね。で、お母さん怒んねえから調子乗ってくと思う。だってお母さんもさ、回ってるからさ、ね。スマホ回ってるから怒れないじゃん。ちゃんと真面目に答えてとか言えないじゃん。それもオンエアされちゃうから。ね、それもいいんだけど。ね。うん、そしたらさ、もうもちもち怒らないから、その後さ、ゆらゆらって言い出したよね。もうもち関係ない。ねえ。で、ゆずきくんは3歳、うん、ゆずきちゃんか。3歳。3歳、うん。で、一番美味しかったもん何つって、グラタンって言うんだけどさ。はい、3歳は、その何ヶ月かによってもう全然違うじゃん。うん。3歳の後半と多分3歳の前半で、おそらくもうボキャブラリーの、量が全然違うだろうから。そうですね。ねえ。うん、でも、グラタン、で、それは今日食べたからって、じゃなくてもグラタンが好きなんだと。うん、で、どこかって聞いたら豚肉っていう。意外にマカロニではないんです ね。俺は割とマカロニの部分がグラタンは好きですから。グラタンといえばそうですもん、ね。そうですけど、豚肉他にも入ってそうですけど、入ってますよね、やっぱあの、クリーム感のあるやつが好きなのかなぁ。さあ、なかなかリクエスト曲のかからない番組ですけど、はい、お子様からのリクエストはかけていくということで、はい、ラジオでかけてほしい曲を聞いてみました、うん、じゃあこちらです。お子様リクエスト。じゃあ質問します。ラジオで流してほしいリクエスト曲を教えてください。4月から5年生になります、伊藤志穂です。私がリクエストする曲はサードアンダーグラウンドの少しずつ少しずつです。その理由は何でですか？私は3人兄弟なんですけど、3人とも大好きで一緒に歌えるからです。はい、ありがとうございます。 OK。 新5年生ぐらいでこんなちゃんと喋れるもんなんだ ね。すごい。
で、しかも、俺より曲を知ってますね。私よりも知ってる。ここで勉強します。しほちゃんのリクエストです。サードアンダーグラウンドで、少しずつ少しずつ。さ、鬼のパンツ楽しく歌っちゃったもんだからさ、恥ずかしくて。10歳ぐらいってもうこのレベル、ね、好きな曲が。すごい、大人の歌だよな、ね、作詞坂井泉さん。あー、ね、サードアンダーグラウンドっていうアーティストは、うん、ザードのカバーを割とする。うんうん、今覚えました。私もありがとうございます。ありがとう、素敵な曲ね、聞いてもらっちゃった。でも三人兄弟でこれ歌ってんだ。素敵な、ね、素敵な家だね、うん。ただ俺は鬼のパンツを歌う兄弟も好きよ。私も。もう大好きよ。さあ、じゃあ続いていきましょう。こちらです。みんなハマっていることは何ですか？すずねです。6歳です。すずちゃんが今ハマってることは何ですか？石探し。石探し？うん。どういう石を探しましたか？ツルツルの石とか、ピカピカの石とか。形は？三角とか四角とか。四角ないや。くにょってねしたりね、くにょってねしたり。友達とね、うん、あのね、取り替えっこねした。10歳のタイガ君のハマってることは？お名前を教えてください。田端タイガです。最近ハマっていることは何ですか？サッカーです。その理由は何でですか？みんなと試合をやると楽しいからです。ゆうき君12歳のインタビューはなんだか雲行きが。最近ハマってることとその理由。インターネットで動画を見ること。何の動画見てんの？TikTok と。YouTube は？YouTube 何見てんの？なんで見てんの？ YouTube はね、東海オンエアとか。TikTok 見れてるんです。知らん。あいつは聞いてるんじゃん。TikTok 見ちゃいけないらしいよ。なんで見てんの？なんで勝手に落としてんの？落としてないよ。友達からもらってんだよ、グループ LINE。見せてあげようか。OK。とんでもないところから最高クレーム入りましたね。なんか俺思ったのはお父さん厳しめじゃん。だってさ、インタビューがちょっと尋問っぽいじゃん。ね、何見てんので12歳のゆうきくんがちょっと明るくそれをやり過ごす能力を持ってるよね。それでこのパターンでお父さんがこう厳しい感じだとお母さんすげえ優しいかと思ったら今日に限ってかもしれないけど結構強めの来たね。
を聞いてる限りは、その TikTok インストールしちゃダメなんじゃん、きっと。ダメなんだね。多分ね。うん、で落としちゃいけないって言ってんだよね。うん、だけど、彼は彼で、ゆうきくんはゆうきくんで、その条例を守った上で、うん、その TikTok の動画を送ってもらってる分に、俺はその、アプリをインストールしてないからっていうところなんだと思うんだけど。すごい。ねえ。面白い。でももうね、12歳ぐらいだと YouTube、好きな YouTuber もいて、見るんだね。ねえ、そうですよね。で、お母さんお母さんで、やっぱ自分の時代にはなかったそういうものを、まだアプリ早いんじゃないかとか、いろんなことをやってんだろうね。ねえ、でもリアルな会話をお届けくださって。いや、ほんと俺思うんだけどね、これをね、躊躇しないでくれるのすごく嬉しい。俺らお互いした子供もいないからさ、はい、こういうのちょっと飢えてるよな。なんかこういう家族の感じに飢えてんだろうな、きっとな。そうですね。あと、大河くんのさ、10歳のボーイはさ、ちょっとクールでしたね。ちょっとクールだったね。COOL のクールでしたね。来てたね。クールだね。クールだった。ねえ。うわー、石探しいいわー。ねえ。石探し、いろんな石、ツヤツヤのとか、はい、丸いのとか、四角いのとか、うん、あ、四角いのはなかったわ、だって。うんって言っちゃった。友達と交換すんのとかさ、そうそうそう。あったよね。やってた、やってた。で、自分の中で、価値が高い石ってあってさ、はい、あの、それはさ、その石一個とじゃちょっとは無理だなっていうね。薄いやつとかもありましたよね。だよ、ね。あとなんか、うわ、こんな思い出すわ、ちょっと胸が熱くなっちゃうわ。海行った時に、うん、波まで削られたガラスわかる？ガラスがすごい長い間削られて、はいはいはい、もう子供だからすげえ綺麗な石あったみたいなやつとかを、うん、なんか持って帰ってきて見せびらかしたりとか、ね、あと、都電がうちは近くにあったから、はい、あの線路のところに真っ黒い油の染み込んだ石とかがあると、それがまたかっこよかったりとか。それこそ尖ってるタイプですよね。それはね、ツルツルな丸石で油の染み込んだやつとかを、なんかすごい自慢したりしてたなぁ。うわぁ、なんかすごいこの彼らの彼女たちの話を聞いてると、いろんなことをちょっと思い出すね。いい石拾おうかな、久々に。ねえ。さあ、じゃあまあリクエストいきますけど、多分彼は生まれて初めてリクエストもするし、うん、生まれて初めてラジオネームというものを名乗ると思います。おで、多分お父さんが子供に昭和のものをすごく楽しませてるんだと思うのね。うんうん、その辺がわかります。リクエストこんな感じです。お子様リクエスト。ラジオネーム北斗の拳です。4歳です。リクエストはピンクレディのペッパーケーブルをかけて。 OK。 4歳のラジオネーム北斗の拳くん。はい。
なんかあのお父さんが北斗の拳が好きで、うん、であの配信とかで見てるから一緒に見てるから北斗の拳大好きなの。はい。でペッパー警部は車のラジオから流れてきたのを聞いて以来ペッパー警部大好きだと。へえ。でもピンクレディってさ、その当時もまさかのその子供の心を掴んだ、子供に大人気だったわけだから、うんうんうん、なんか子供の乗る要素があるんだろうね。ねえ、今も踊ってるかな、聞きながら。子供は振り付け知ってるかな。逆にお母さん踊ってんじゃん。うちのかみさん間違いなく踊ってると思うよ。だからこのおじさん、お礼を言いたいのは、この北斗の拳くんがピンクレディのペッパー警部をリクエストしてくれてかかったおかげで、逆にアラフィフ女子リスナーもちょっとテンション上がってると思うんだよね。はい、どうも、うん、いやということで、まあ子供インタビュー、このまあこういう騒動の中なるべくたくさんやっていこうと思ってるんです。はい、で1分以内の動画を送ってほしいっていつも言ってるんですが、多少長くなるの構わないです。でいてご自分で編集しなくていいです。あのどこがみんな面白いかなんて意外に自分はわからないもんで、はい、失敗も下手くそでも構わないです。基本的に動画で送ってくだされば音声しか使えませんので、例えば顔がきちんと映ってなくても大丈夫ですね。うん、まあ、内容は自己紹介、まあ、これペンネームでもフルネームでもしただけでも結構です。それは親御さんの方針に、任せます。年齢かもしくはまあ学年なんか入れてくれるといいですね。うん、歌いたいとかもう歌ってくれても構わないです。はい。ね、今まで一番嬉しかったこととその理由、今まで食べた中で一番美味しかったものとその理由、ハマってること、うん、あとね、最近知ってびっくりしたこととか、いろんなジャンルあります。もう何でもいいです。ね、子供とインタビューごっこしてください。で、一回採用された人もまたありますから、人気 DJ になってください。ぜひぜひ送ってください。お待ちしております。そして私は、この先の原稿をなくしました。ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp です。次回あたりから LINE 対応なんかもしていこうと思ってますんで、うんうん、まずはお家でインタビューを撮ってみてください。以上、お子様インタビューでした。さあ、この後は、月曜日恒例、スポーツ宝くじ、まあ、新名称ですね。スポーツ宝くじの当選者発表になりますが、今日の合言葉、今日の合言葉は、まあ、ペッパー警部でいきますか。ペッパー警部。はい、合言葉、ペッパー警部です。ケーズ電機。マルコはなんで現金値引きが好きなんじゃ。後から使えるポイントよりその場で安くなる方がいいじゃん。しっかりしとるな。お得なことには目ざといマルコであった。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。川北麻衣子です。私こう見えて整理整頓するのが大好き。部屋や洋服を整理すると心晴れ晴れ。お腹の悩みがある皆さんも整えてみてはいかがですか。軟便便秘に効くお腹の悩みにこれ一つ、大体産成長薬第三類医薬品。この時間はケーズ電機、大体産他各社の提供でお送りしました。文学の扉へようこそ、中島智子です。この番組は文学史に残る名作をラジオドラマでお送りし、おすすめの本もご紹介しています。ラジオシアター文学の扉、毎週日曜日夜9時、どうぞお聞きください。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか。そんな皆様の窓口にTBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は大同生命の提供でお送りします。伊集院光とラジオとダイエットと、毎週月曜日朝一番恒例のパンツ一丁体重測定です。今ラジオの前の皆さんにお聞きいただいているのは朝に収録済みの音声です。時刻は午前8時です。で、恒例の体重測定なんですけど、ちょっと位置関係変わってますね。はい。新井は
今僕から3メートルぐらい離れたところにいます。はい。で、一人で今体重計に乗って、体重をメモリーして、僕離れたら、こっち来て読んでください。そうします。いきますよ。パンツ一丁体重計に乗り、ました。おう、はい。はい。じゃあ僕離れますんで。じゃあ来週お願いします。発表します。お願いします。90! おっしゃ!9点!おい !9 キロキープしただけでも俺偉いと思うよ。確かに、リスナーの皆さん多分ね、少しずつ太ってると思いますから。ただね、やり方がややこしい。伊集院光とラジオとダイエットと、このコーナーは伊集院光さんが無理のないダイエットでいつの日か TBS ラジオの周波数と同じ 95.4 キロになることを目指しています。リスナーの皆さん、生温かい目で見守ってください。今さ、はい、世の中の人すごい太ってると思うの。あのね、家にいると食べちゃう。で、食べるぐらいしか楽しみがないじゃん。だからちょっと買い物行って、うん、買い出ししてきて、料理ハマってるって人とかもいて、うん、で、なかなか運動する機会は失われてるから、はい、そういう意味じゃこう、日本中の体重から見たら、キープっていうのは、偉いんじゃないの。何を言ってんだよ。さあ、お待ちかね、こちらの企画に移ります。大同生命プレゼンツ、スポーツ宝くじ。さあ、あらかじめリスナーの皆さんにはおはがき、メール、ファックスでエントリーをいただいております。その中から今から生電話をかけて合言葉ペッパー警部が言えれば賞金ゲットです、はい。で、ウォーキングってわけにもなかなかいかないんで縄跳びということになりまして、うん、1週間に僕が飛んだ数1回2円なんですけど、うん、まあまあ、プロデューサーの大谷の目論見は、1日500回、3500回、7000ぐらいだろみたいな大雑把な読みなんですけども、うん、まあいろいろ頑張りました。まずは、権利獲得ということで、電話をしてみたいと思います。東村山市西田さなえさん、西田さなえさん30歳です。やっと3級に入ったんで生放送が聞けます。おお。じゃあ、しかも初めての出産。へえ。コロナの影響で入院中の面会 NG とかいろんなことあんだ。そっか。うわあ、おめでたい、おめでたい中、ね、心配なこともね。心配なこともいっぱいだね。いける？ペッパー警部。どうだろう、30歳。お、もし。あ、いい言葉言えますか？ペッパー警部。オッケー！おめでとうございます。そう、賞金と赤ちゃんと両方おめでとうございます。ありがとうございます。本当にかかってくるんですね、これ。かかってくんですよ、これ。本当に。なんか大変な中、赤ちゃん生まれてきてくれた。あ、これからだね、5月末に。あ、そうなんですか。5月末、そうかそうか、産休に入ったから聞けるようになったから、この後の出産か。ごめんね。そうなんですよ。そっかそっか、俺も早とちりしちゃったけど、でもまあ、はい、先におめでとう言っといて多分間違いないと思うんで。あ、ありがとうございます。やっぱり不安なこともいっぱいありますか？なんか入院中の面会をやっぱ誰も来ちゃいけないよって言われてたりとか。そっか。でもここはね、ちょっとね、お母さん頑張りどこだね。本当ですね。とりあえずもう引きこもってます、うん、ずっと家に。ね、そうだね。慎重に慎重にだね。うんうん、はい。さあ、そんな中、今週の縄跳び回数なんですが、5206回、賞金14,12円でございます。あ、すごい。すごい。もう、すごい。今のね、すごいの言葉ですごい報われました。ああ、すごい。結構飛べるんですね、縄跳びって。なんかね、やって初めて気づいたんですけど、うん、雨の日に飛ぶとこがないんです。あ、そっか。で、昨日、夜中にもう500回飛ぶんで、高速道路の下まで歩いて行って、そこで飛んでました。そーっと周り誰もいないだろうな、誰もいないだろうなって言って、そこで汗でも飛んだら申し訳ないんで、そこで飛んでました。ねえ、1日平均だって700回以上、ね、頑張りましたよ。ああ、嬉しいです。ね、
まあ、あの、1万円お送りしますんで。はい。ね、元気な赤ちゃん産んでください。あ、ありがとうございます。男の子、女の子、どっち？あ、女の子生まれます。へぇ、名前はまだ？まだなんですよ。旦那とセンスが合わなくて。でもさ、ゆっくり決めようね。ゆっくり決められるからね。そうですね。シンキングタイムが。ね、あるもんね。いやー。楽しみにしてます。ね、また何かあったら一報ください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。あの、言っときますけど、冷凍このままでお願いします。え、冷凍このままじゃないと、もうギリですから、もう体力的に。すごいですね。この時期じゃなきゃできない。仕事しながらは、できないと思うわ。ねえ。あの、来週も頑張りますんで、ぜひ皆さんエントリーお願いします。社員が友人や家族のように力を合わせて働く小さな会社、そんな会社で生まれるかけがえのない物語こそ大同生命は支えたい、そう思っています。かけがえのない物語を支えたい、大同生命。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は大同生命の提供でお送りしました。主人が自宅で突然倒れまして、意識表示カードを持っていた自分の意思で思いだと、それをこういう形で伝えてくれていた。家族と話そう、共有しよう、臓器提供の意思表示、日本臓器移植ネットワーク AC ジャパンはこの活動を支援しています。肩関節周囲炎から来る肩の痛みでお悩みの女性からこんなお声が届いています。はじめはただの肩こりだろうと放っておいたら全然治らなくて、エプロンを結ぶのも洗濯物を干すのも辛くて、近頃は家のこともおざなりです。そんな時、再春館製薬所の通産棟と出会いました。ちゃんと家事ができるようにちゃんと服用しようと思っています。うん、痛い時家事はご家族の方にも協力してもらってくださいね。通産棟の煎じ薬は肩関節周囲炎による疼痛や各種神経痛を徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-305-305 この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で、ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。時刻は9時53分になりました。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい、首都高速は湾岸線の西行き、今大井南で3キロ半、有明から通過に15分ぐらいです。これは一般道の湾岸道路の東行き、品川区の八潮三丁目付近、トレーラーの故障車の処理が行われている影響で右折禁止になっている影響です。神奈川の一般道は環状2号の外回り、港南区の関西ささげ交差点、乗用車単独横転事故、一車線規制でまだ処理続いています。通りにくくなっています。埼玉は国道17号、蕨市の中央6丁目付近の事故、こちらは処理終わりました。アクアラインの橋の部分は強い横風の影響でこの時間も最高速度40キロ、外環自動車道の外回り川口東、緊急工事終わった影響残って1キロ半、10分ぐらいです。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報、10時25分頃です。落語って海外でも通用する笑いだと思います。人類のためにこの漆文化残してほしい。性別や国に関係なく尊敬し合うことが非常に大切です。認め合うことが力になる。2020年日本を考えよう。 AC Japan。 ラジオをお聞きの皆さん、石田純一です。60歳を過ぎて保険の見直しをされた方多いんじゃないでしょうか。でも60を過ぎたからこそ入ってほしい保険があるんです。それが
葬儀費用を準備できるメモリードライフの葬儀保険。葬儀費用をサポートする保険です。ご家族に葬儀費用くらい残してあげませんか？保険料もお手頃です。100万円保証コースなら60歳女性で月にするとおよそ662円。これならご自分で払っていきますよね。89歳までお申し込みできます。今からでも大丈夫。メモリードライフの葬儀保険。資料のご請求は電話1本 0120-244-888 244-888 メモリードライフ。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、この後10時からは俳優の金田健一さんの登場です。お楽しみに。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマはで最近どうです。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんご、ミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト、果樹園初と、厳選された素材を使用し丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。さあ恒例です、電話出てもいいよっていう方、ラジオネームホークス応援隊員タクさん、なんと16歳お男子。ちょ電話つなぎますね。つながってる。もしもし。もしもし、おはようございます。おはようございます。おはようございます。なんかバーッと文面読んだけど大変なことになってんね、タク君は。そうですね、はい。ちょっと教えて、どんな感じ、どんな感じ。スイスに去年の夏から、1年の予定で留学してたんですけど、コロナウイルスの影響で、3月20日に強制帰国で日本に帰ってきました。で、その後2週間、自分の家の庭にある小屋で、隔離生活を過ごして。あ、そうなんだ。はい。じゃあさ、7ヶ月ぶりに家族会ってもお帰りって感じはなんないんだ。そうですね、マスク後ではマスクをつけて対面して、はい、家に帰ってきてもご飯は一人で壁に向かって寂しく食べて、で、お風呂は一番最後に入って、うん、家族とも全然まともにしっかり話ができていませんでした。いやー、でもなんともなかった。なんともなかった、はい。よかったねー。はいはい、じゃあさ、はい、友達とかは、タク君が帰国してることって分かってん？一応一部の人たちには言ったんですけど、はい、大部分の人たちに言ってなくて、うん、で、その、スイスにいるんで、なんか、ヨーロッパの状況が最悪っていうふうにこっちでも報道されてるんで、うん、大丈夫の一声とかの連絡もしてほしかったんですけど、うんうん、それも一切なく、今までなんか、何も来ず。そうか、そうか。寂しく過ごしてます。小屋から出ては見たもののっていう感じなんだ、今。そうですね、はい。やっと小屋から出たと思ったら、緊急事態宣言出て、どこにも行けない状態になってしまったんで。いやー、はい、やっぱりスイスもかなりの限界体制なのかしら。そうですね、はい。医療機関とスーパー以外は全て閉まって、はあ、営業時間も9時から6時ってしっかり決まってて、うん、一般の場で3人から、3人以上集まったら罰金があるみたいな感じで。でも電話ありがとうね。はい。パンってね、そのまま食べると本当の美味しさが分かるの。うん。だからサンドイッチも手軽に美味しく、うん、美味しいパンは生で分かるんです。山崎ロイヤルブレッド。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。ラジコってご存知ですか？
パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。10時です。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、いや、タコ君にはこの時報のバタバタでねえ、そっけない切り方でもういくらでも聞きたいことはあったんだけれども ね、ただ一つ言え、はい、あ、繋がってる、ありがとうありがとう、ごめんね、あ、待ってて、また急にしょぼっとしたの、急にまとめられちゃってじゃあありがとうっつって ね、今戻ってきて学校の方は、学校は一応去年もやった範囲なんで、うん、学校には行かずにオンラインでドイツ語の勉強を始めました。ああ、そっか、スイスの、すごい、はい、なんかさ、その後もうすぐオンラインで授業が始まります。へー、本当にこの大変なこといっぱいあるけれども、うん、なんか僕はその、はい、君のその毅然とした感じに、うん、俺もしっかりしようって思うぐらいだから、はいはい、あの、ぜひ前向きな姿勢でいろいろ勉強して、うん、はい、あの、俺みたいにならないでください。いやいやいやありがとうね。はい、いつも聞いてます。ありがとうございます。はい、あの、ステッカーサイン入りで送りますんで、はい、もらってください。どうもありがとうございます。もう余韻に浸ろうと思ったところに今度これでございます騒がしい番組だよね。え、16ってあんなしっかりしてる？してる？る？ないだろう。してないよ。友達と、だいたい友達とおっぱいのことばっか考えてたと思うんだけどなさあ行きましょう。この音が鳴ったということはみんな電力プレゼンツ電気代ビンゴのお時間でございます。みんな電力さんご提供のコーナーです。みんな電力さん、自分の考えで電気を選んでほしい、毎月自分がどれぐらい電気を使ってるのかを気にかけていてほしい、で、検診票をチェックしてほしいというご要望を受けてできた企画でございます。仕組みは簡単です。皆さんのお家に毎月届く検診票、それがそのままビンゴカードになります。で、毎週3桁の当選番号を発表します。お手持ちの検診票に記載されている電気料金の下3桁が一致した人の中から抽選で1名様に毎月の電気代1万円をプレゼントいたします。こういうの面白い傾向だなと思うのはね、前回の当選者発表、先週の当選番号483で、下3桁一致したよっていう方が、まあ一致したからっていうんでご応募いただいた方9名なんですよ。あら、その前の週30何名なんです。うん、これって多分、ああ、なんか当たったのにもかかわらず30何名ってことがあるんだと思って諦めちゃう人も多いような気がする。なるほど。で、そうすると9名ですから、もはや9分の1で、さらにはステッカーをお送りしてるますから、うん、結構な確率で何か当たるんですよね。え、さあ、厳正なる抽選で選ばれた当選者の方は神奈川県川崎市にお住まいの千葉恵さん、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、1万円速攻でお送りしたいと思っております。はい、さあ、続いて今週の当選番号決定&発表です。うん、検診票2019年2月分から有効です。相当な数の、チケットがあるはずです。うん、今新井ちゃんの手元に赤青緑の3つの10面体ダイスが入ったカップがあります。私の合図でこれをカラカラのポンしていただいて、オープン出た目を、赤、青、緑の順番で読み上げて当選番号が決まります。はい。それでは第55回、みんな電力プレゼンツ、電気代ビンゴ、当選番号の決定&発表です。さあ、新井ちゃん、ダイスをお振りなさいと。はい、よいしょ。さあ、オープン。まずは赤。5。青。8。緑。8。5、8、8度です。
さあ、こっから大事ですよ。こっから躊躇してる場合じゃないです。当たった人はそれだけラッキーなんですから、当たったという方は検診票のコピーもしくはウェブ明細の方はプリントアウトしたものと住所氏名年齢電話番号を書いた紙を郵送してください。締め切りは4月17日金曜日までに番組サイドに届いた分が有効でございます。当選された方には検診票に書いてある住所と氏名のもとに現金書き留めをお送りいたします。個人宅のもののみ OK でございます。あとは念のためスタッフが原本を確認することもあります。おいじゃ、新井ちゃんから宛先お願いします。はい、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと電気代ビンゴの係までお願いします。検診票には個人情報も記載されていますので必ず封筒に入れてお送りください。外れてしまった検診票も翌月に繰り越して使用できますのでそのまま保管しておいてください。はい、皆さんのご応募お待ちしております。以上、みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴでした。ここでみんな電力からのお知らせです。今あなたのお宅ではどこの電力会社を使っていますか？電力会社によって電気の質が変わることはなくても、実はその電気を作る生産者は様々。もしも野菜と同じようにどんな人が電力を作っているか分かったら、あなたならどんな人に電気代を払いたいですか？私たちみんな電力は日本初の生産者が選べる電力会社。誰がどんな思いで発電したかが分かる顔の見える電力をお届けしています。しかも地球に優しい再生可能エネルギー 100% のプランもあります。毎日使う電気を選ぶだけで環境に配慮した暮らしが実現できる、そんな新しいライフスタイルが始まりますよ。電気は作り手の顔を見て選ぶ時代へ。詳しくはみんな電力で検索。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと金田健一と、おはようございます。今日は伊集院さんと喋れるということでとても楽しみにしてやってまいりました。聞いてくださってる皆さんがですね、このあいにくのお天気が素敵な一日だなと思えるようなトークね、野球のことでも一応話せる範囲だったら話せますので何でも聞いてください。P が入りそうなものは番組が終わってからお話をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの新井真希です。もうお顔が2枚目、はい、まあ、渋い男前っていうのはさ、うん、まあまあ知ってるんですけど、うん、声だけ聞くとまた声も素敵でね、金田健一さん、うん、なんかね、もちろんその、亡くなったばかりのお父さんの金田正一さんの話も聞きたいんですけど、僕実は今、朗読っていうものにすごい興味があって、はい、ここ、そうね、1年ぐらいかな、朗読に興味があって、うん、金田健一さんも今、精力的に朗読劇をやってて、はい、ちょっと朗読の話もたっぷり聞きたいし、聞きたい。あと、80年代ぐらいかな、エクボっていう化粧品の CM に、多分妹さんが出てて、超可愛かったんですよ。どうしてらっしゃるかとか、聞きたいこといっぱいあるんですけど、この後俳優の金田健一さんがスタジオに入って、新井ちゃんはとっとと表に出ろというシステム。外から混じっていいんですよね。もちろん参加して大丈夫です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク、他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい、知りたい、食べたい、金福明太パーク、出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗、水戸大洗インターから10分。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えしてゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、金田健一さんは1961年生まれ、兵庫県出身、現在58歳。1978年映画真昼なりで俳優デビューし、ブルーリボン新人賞を受賞。1985年にはドラマ太陽に吠えろのデューク刑事として人気を博します。その後も NHK 大河ドラマ
光明月次や風林火山など話題作に出演。これまでにエランドール新人賞や日本アカデミー賞新人賞を受賞されてきました。現在は作曲家の丸尾めぐみさんとの朗読ユニット朗読三昧として様々なジャンルの作品を朗読し、定期的に講演を行うなど活動の幅を広げている俳優の金田健一さんが本日のゲストです。ということで、スタジオの中には俳優の金田健一さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。いや、なんかね、なんか、はい、聞きたいこといっぱい渋滞してるんですけど。そうなんですか。今もプロフィールをこう流れてる間にちょっともうすでにフライング聞いてたんですけど、朗読に興味があるんですよ。なんか、楽しいですか？楽しいですかって変だけど。朗読って、演劇に比べて制約がいっぱいあるじゃないですか。ああ、ありますね。フルに体が使えるわけでもないし。うん。で、もっと言うと、この仕事やっててよく思うのは、はい、自分は表情豊かに喋ってるつもりなんだけど、実は声にはそれほど乗ってないみたいなこととか。はい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 、よくあります。ありますよね。あります。逆に、もっとフラットに読んでるつもりだったのに、変に感情出すぎちゃってたりとか。ありますよね。あります、あります。もう、ここから行きます、ここから。ね、いや、多分ね、はい、まあ、よく、今流行りの朗読と言われている、まあ、朗読劇と言われているものって割と、なんていうのかな、台本持って動いたりするようなものもあったりするじゃないですか。まさにそれで。それ立ち稽古じゃんと思うんだけど。これも、その人によって、朗読劇感って全然違いますよね。うん、そうなんです。そこがね、すごく面白くて、で、特に、例えば、その、言葉に表情を乗せるというのはとても難しいことで、いきなりそこから入っちゃっていいですか？もちろん、もちろん。例えば、演劇だと、単純に言うと、言葉と動きと表情ということで、演劇というのは成立していくじゃないですか。はい。ところが、朗読の場合は声だけなんですね。はい。そこに、その、微笑みであるとか、怒りであるとか、その乗せなきゃいけないんだけれども、マイクの前で先笑う子とかいるわけだよ。演出とかしてると。はい、はい。笑っちゃったことによって、はい、その、言葉に乗らなくなるんですよ。もう終わっちゃってるから、自分の中で。なるほど。だから、うちの朗読の場合は、極力表情も変えないし、台本をひたすら読んでるし、だ僕と丸尾がやってる時、お客様、僕らを一生懸命見てても、僕らは何もしませんから、ただひたすら読んでますっていう状態でやっていくんですね。これね。僕は野球が大好きだから、はい、絶対スタッフみんな、お父さんの話をもうガンガン行くと思ってるんですよ。も最初から言われましたもん。伊集院さん、野球大好きですから、とか言って。これ絶対聞きます。後で聞きますけども、その、はい、金田健一さんいらっしゃるんで、僕不勉強で申し訳ないんですけど、YouTube をまず見たんです。YouTube ではこういう朗読劇をなさってる、朗読三昧っていうユニットを組まれて、はい、で、ピアノを弾いてらっしゃる方が、丸尾めぐみという、丸尾めぐみさん。はい、で、それを見たときに、これも、こういうスタイルもあるんだと思ったのは、座ったままじゃないですか。はい、座ったままで、ことさら芝居仕立てにセリフを読むわけでもなく、ないです、はい、で、でも、あれって生でやる意味が絶対あるはずだと思うんです。そうね。生は生で。言葉の力みたいなものが、はいはいね、多分あるんだと思って。生が作る空気感っていうのは、ね、ライブとかおやりになるかよくわかると思うんですけど、はい、それがすごく大事だというのもありますし、なんだろうな、今なんだろう、これラジオ出てるから、ラジオすごくいいなと思うんだけど、はい、僕らが何をしてても、聞いてる人にはわからないんだけれども、そのわからない、その今の状況を何とか聞こうとするから、耳を澄ますとか耳そば立てるということをしてくださるんですね。はい、まあ、ことに講演になると特にそうなんですけれども、はい、そういう瞬間って今、なかなかなくて、そういうことを楽しんでもらう、そういう楽しんでらっしゃる人のところに僕らも、一緒に楽しめるという、これの面白さはありますね。不思議なもんで、若い頃は、ラジオで売れてテレビに出たいと思ってたし、もちろん今もテレビに出たいし、出てて楽しいんですけども、どっちが上で言うと、テレビが上で、ラジオが下だと僕は思ってたんです、最初。だけど、なんか、例えば、朗読劇って、読むわけだから、例えばね、セリフを覚えなくていいとか、もっと言うと、動かなくていいって思いがちだけど、こっちの方がある意味難しいんじゃねえかっていうのが。はい。僕のスタイルは覚えないんですよ。覚えないんだ。まあ僕、覚えらんないしね、もう。まあ、覚えると語るだけで、その読むということにはなっていなくて、その、
その、なんかその瞬間その瞬間その文字がこう読めよっていうね、ものってあるじゃないですか。それをなんか僕自身も楽しんでるというか、そこの読んでる僕と、音楽を弾いてる丸尾が二人でセッションしてる楽しさっていうのかな。だから朗読三昧というのはお客さんに楽しんでいただこうというユニットではなくて、僕らが楽しむユニットなんです。初見ってことではないでしょ、だけど。初見ではないですけど。もちろん。あんまりたくさんはやらないですね。覚えちゃうほどは、下読みしない。もう覚えたらアウトですね。ああ、面白い。絶対覚えちゃダメですね。うわこれだって、覚えるやついるんですよ。いやいや、そいつはそいつで真摯だと思うけどダメなんだ、覚えちゃうってこと。覚えちゃダメなんですよ。僕は好きではないですね。なんか、そこでね、もう読むという作業いらないじゃないですか。そんなふりすることないじゃないですか。そんな芝居すりゃいいんですよ。それがちょっとわかるのは、うん、いただいたメッセージ、今もこうメール来るじゃないですか。はい、それはざっとは見ますよ。あ、こういう内容だって見るんですけど、それをきちんとさらっちゃわないっていうか、うん、真面目なパーソナリティの中には一度音読してみたいっていう人もいるんですけど、うん、なんて言うんですかね、文字の向こうに、うん、劇で言えば書いた人の気持ちっていうか、はいはい、メッセージで言えばそのメッセージを送ってくれたリスナーの気持ちみたいのを、なんか読み取ろうとしてる作業みたいのが、うん、面白いですよね。昔ね、はい、まあ、多分世代そんなには離れてないので、ラブレター流行ったじゃないですか。ラブレターったら変ですけど、不思議に折り方してさ、あれって書いてある言葉に字の、なんていうの、筆圧というか、文字の形に気持ちが現れるじゃないですか。はい、はい、はい。それを読み取れるじゃないですか。はい。今ワープロってもう言わないのか、まあ、もはやメールですもんね。はい。そこにはなかなか行間というのはなくて、はい、うん、その辺が面白さなんじゃないかなと思いますけどね。それって、A 六輔さんとお話したことがあって、はい、A 六輔さん TBS で、うん、はがきは、なんとなくわかる、うん、その、同じおはようございますでも、乗ってるのか、暗いのかが、なんとなくわかる、はいはい。ただ、これからメールになるにつれて、うん、自分たちはそれをちゃんと読み取れるかどうかみたいな話を、してたんですけど、うん、確かに肉質の文字でまず来ますよね、なんか。そう、大事だと思うんですよね、すごくね。って言って、さらには、じゃあ印刷されている、その朗読劇でいうとこの本であっても、うんうん、何か感じれますよね、何か。そうだと思います。だから、例えばね、朗読台本作るときに、僕は B 語の縦書きで打つんですけども、はいはい、必ず自分で打つんです。はい、で、若い子たちにやらすときに、コピーしてくるバカがいるんです。なるほど、はい。コピーしたやつを、はい、なんか印刷して、はいはい、今すぐ出せるじゃないですか。はい、出せます、はい。で、はい、コンビニに行ってプリントしてコピーして、で、それを台本で持ってくるんです。はい、で、横のままで、はい、いや、まあ、今の人はわかりません。僕は少なくとも横書きの台本は読めない人なので、はあ、はい。日本語というのは縦に読むようにできてるんで、はい。だからそんなよく読めるなというし、僕はなぜ打つかというと、結局、その本を打ち直すことによって、その人が何を書いてるかということをもう一回読み直したりもできるし、で、点の打つ場所って文法的に打つ場所と言葉的に打つ場所は違うんですよね。はい、はい、はい、はい。わかります。うん。だからそれを全部直しながら自分の中で台本するわけです。言葉だと、私はの歯の後になるべく点は打ちたいんだけれども、うんはい、そのいわゆるおしゃべりとしては、実はあそこに点がある、うん、わけはなくて。そうなんです。そういうことですかね。あと、そういうことなんですよ。カタカナで書こうとか、小さいひらがな使おうとか。はい。で、点にしても、ちっちゃい点、普通の点、大きい点。だからそれはちょっとずつ間が違ってくるはずなんですよ。うん。うん、だからそういうところを自分の中で、直していかないと、朗読台本としては成立しないわけですよ。うわー。だから今聞いただけでもすっごいこだわりの世界で、なんかものすごくこうやりたいっていうことがあって、しかもやり方いっぱいあるっていうのはすごく分かって。はい。で、それを聞きたいお客さんが言ってくれたら、こんな幸せなことないですね。うん、そうなんですよ。だからライブやりたいんですけど、ライブ飛んでしまいましたからね、この状況の中で。そうなんですよね、うん。いや、今日暇だからずっといいですよ。別に12時でも1時でもいても。それもちょっと困る。いや、困ることはないです。いつ CM 挟んで、まだまだいろんなお話伺いたいと思っております。はい、俳優の金田健一さんをお迎えしております。1967年から15年間にわたり放送された伝説の深夜ラジオ番組金曜ナチチャコパック傑作集1974年版を4月22日に発売します。
当時の担当ディレクターが選び直した熱い内容が今よみがえります。 CD2 枚組の3巻セットで税込み1万1000円です。別途送料頂戴します。ご予約はフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 まで。パソコン、スマートフォンからは TBS ラジオおすすめで検索してください。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。法律事務所ホームワン。ホームワンへ借金のことで質問が寄せられています。親の介護で生活費が足りなくなって、交通事故にあって仕事が減ってしまった。離婚後の養育費がかさんでしまって。解決方法は人それぞれ。ホームワンがあなたの返済する力を診断して、最適な借金の整理の仕方を提案します。東京弁護士会所属、弁護士法人。法律事務所ホームワン。陣内貴美子です。河内薬品からのお知らせです。毎週月曜日は河内ポイント5倍、あれもこれもお得なポイント5倍に。月曜日はぜひお近くの河内にお立ち寄りください。河内薬品。あららあらら、とろーり甘口文鮮ののりつくだに、あら、あ。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか。 CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、たった今千葉南部に大雨警報が発表されました。千葉南部に大雨警報が発表されました。夕方にかけて土砂災害に警戒をしてください。また千葉県内では落雷の恐れも高まっています。その他水戸では最大瞬間風速28メートルの強風、さらに伊豆諸島でも大雨になっています。十分に警戒をしてください。関東地方は夜にかけて雨で、午後3時過ぎにかけては広い範囲で激しい雨や雷雨の恐れがあります。で、雷でパソコンが壊れることがありますので、在宅勤務の方はパソコンを守る対策をするなどご注意ください。で、風もこの後さらに強まるところがありそうで、千葉、茨城、神奈川、栃木では最大瞬間風速25メートルから30メートルの予想です。飛んできたもので怪我をする恐れがありますので、十分にご注意ください。日中の気温は8度前後で、この後も横ばいでしょう。冬服の気温ですので暖かくしてお過ごしください。明日は風が強いものの晴れそうです。天気予報は以上です。はい、ありがとうございました。皆様くれぐれも気をつけてお過ごしください。気象予報士の長谷部愛さんでした。藤巻亮太による野外音楽フェスが今年も開催決定。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2020は10月3日土曜日、山中湖交流プラザキララで開催します。チケット先行販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。時刻は10時23分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井佐野子さん、お願いします。はい、お伝えします。一般道は神奈川県内横浜市の環状2号の外回り環に捧げ交差点で続いていた乗用車の横転事故の処理は終わりました。川崎市内の国道246の上り高津区梶ヶ谷では1キロ、埼玉県内は国道122号の上り川口市石上では3キロ半、千葉県内は国道357の西行き船橋市の若松では3キロ近い渋滞です。都内は環八通りの内回り世田谷区桜ヶ丘5丁目付近、事故のため左車線が規制されています。
また湾岸道路の東行き品川区八潮三丁目に止まっていたトレーラーは移動しました。影響で混んでいた首都高速湾岸線の西行きの渋滞も短くなっています。今は少し流れが悪い程度です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は10時53分頃です。小木栄一です。南部ひろみです。崎山俊也です。セッション20というのスピンオフプログラムがスマホ用音声配信アプリ耳タブでスタートしました。名付けて崎山俊也南部ひろみの大人の社会科見学。第1弾は埼玉県のわらび西川口編です。スマホ片手に同じコースを歩くのもおすすめ。ぜひ聞いてください。伊集院光とラジオと金田健一と朗読三昧と、改めまして今朝はゲストに俳優の金田健一さんをお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。今、CM 中に出演交渉がまとわりまして近いうちにもう一回来ていただいてあのお父様の話等々はそこでしていただいて、今日は尻切れトンボにならない形でちょっと朗読の話をたっぷりということで、ありがとうございます。ようござんすか。もうめったにこういうこと言ってもらえないんでね、ありがたいです本当に。さあ、じゃあまずですね、朗読の話しておりますけれども、はい、今ライブができないんでぜひ CD で楽しんでくださいということで、CD の情報新井ちゃんからお願いします。はい、金田健一さんと音楽家の丸尾めぐみさんによるユニット朗読三昧が朗読を収録した CD が現在発売中です。朗読三昧シリーズの CD はインターネットで三昧ショップ、ショップはひらがなです、三昧ショップと検索してお買い求めください。さあ、まあ金田さんが朗読をして、はい、で丸尾めぐみさんがピアノを弾かれるという、うん、まあ、ピアノだけではないんですけどね、いろんな音楽を、はい、あの楽器を使うんですけども、はい、これそもそもはどこからこのユニットって出来上がったんですか。これね、最初はね、あの横浜開港150周年の時に、はい、横浜ってあの日本で初めてのものってのはたくさんあったじゃないですか、はい、でアイスクリームであるとか写真である、はい、そういういい話を残していこうということを朗読という形で、やり始めたのが最初だったんですね、はいはい、でところがそのいい話って日本中にあるじゃないですか、うん、でそんな狭いところに閉じこもってるのは嫌だと丸尾と僕はダダこねまして、はい、やり始めたのがこのユニットなんですね。じゃあもう横浜だけじゃ終わんなくなっちゃった。終わんなくなっちゃった。ちょっと変わったもんやったりね、あの日本国憲法の全文をやってみようかどうか、はい、それから奥の細道をやってみようとか、向田邦子さん、多分僕が男で読んでるのは僕だけかも分かんないし、はい、あの朗読の楽しいのがね、あの誰老若男女全部できるじゃないですか。はいはい、大体皆さんあの何人かで軍読というスタイルを取るんですけど、はいはい、朗読三昧の場合は僕一人なので、もうじいさんばあさん兄ちゃん姉ちゃん全部やりますから。でそれが不思議なもんで、すっとこう入ってくる瞬間っていうのかな、はい、ありますよね。そうそうなんですよ。そうなんだ、なんだろう、やりすぎるとダメなんですね。だから、うわ難しい、これが難しいんですよね。臭いってやつですよね、うん、臭いってやつなんだ。臭くなると、うん、なんでこのおじさん女声出してんのまで言っちゃうんですよね。そうなんです。それでいつの間にかその景色が見えてるっていうところに持っていければはいいい。だから僕らは余計なことしないわけですよ。だから夕暮れの話をするときにことさら明かりをオレンジにする必要ないわけですよ。なるほど。その人によっての夕暮れはみんな違うわけですから、うん、そこが見えればいい、そこに誘えればいいということです。これで本当にさっきから聞いて面白いのは、朗読劇の定義がやっぱりみんな全然違って違うと、違うと思います。そうですよね、うん、そうするとなんだろう、その金田式、その金とまあ、その朗読三昧式のやり方は、はい、そこはこだわるんだ。そうなんです。そこだけはもうとにかく、まあ一番お金かかなくていいじゃないですか。本当に。僕思うんですけど、うん、ラジオにもっと朗読の時間増えてほしい気が、まあ自分の喋る時間がなくなると困るけど、うん、失業しちゃうけど、でも朗読の時間増えてほしいんですよね。うん、いいんじゃないですか。だから伊集院さんだと8時半から11時までが、はい、キープできてればいいわけでしょ。ええ、予想どんなに荒らしてもらっても大丈夫です。その前の時間帯とかやればいいわけですね、僕らがね。でも、本当思うんですよ。なんか、朗読、うん、子供向けでも大人向けでも、うんうんうん、
意外に需要があるような気がして、あの某局でほらラジオ深夜便とか結構聞いてるじゃないですか。はい、やっぱああいうのって大事で、であのデジタルになってテレビをもうやめちゃったって高齢者の方結構おられるじゃないですか、はい、やっぱりラジオダイヤルになる、そのためにその朝の3時半とか4時ぐらいから、どうですか江戸川乱歩とか、ああ面白そうだな、少年探偵団なんてのはどうですか。でそうすると、うん、おじいちゃんおばあちゃんがちっちゃい時好きだったんだよってのも聞くし、うんうんうん、もっと言えば子供も面白いなって、もともと子供が聞けるようにできてるわけだから、そうです、ね、両方2プラトンでいけるようなことになりそうですもんね。いいと思います、新しい文化になると思います。いやということで、あの金田正一さんの話も、それからあと僕すげえ気持ち、妹さんの話も本当にあの近いうち次回、はい、あのいらっしゃっていただいて、もちろんもちろんもちろん、あのその時たっぷり聞かせてください、はい、金田健一さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日の生活は踊るは家にいながら美術館を楽しもうってどういうこと。美術ライターの浦島もよさんにインターネットで楽しめる美術展を伺います。とある機能を使うと実際に美術館を回っているかのように楽しむことができるんだそうです。今日午前11時から。キャッシングカードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎたお金のことで、手続きをすることで取り戻せます。昨年のお客様の過払い金は平均100万円を超えていました。皆さん、過払い金、誤解していませんか？少ないカード利用に過払い金は出ない。昔のカード利用に過払い金は出ない。それ誤解です。カード会社から連絡が来る。カード会社に申し訳ない。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ずブラックリストに影響する。全部誤解です。また、実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずはお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻ってくるのかご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 安全漫才のミエゾンとアラポンです。お花が元気にすくすく、栄養たっぷりすくすく、みんなのお花はすくすく、ハイポネックス原液、お花すくすく、ハイポネックス、ハイポネックス原液、買って当てよう、 LINE で当てよう、キャンペーン実施中。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢玲さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は空気清浄機、扇風機、ヒーターの1台3役、ダイソンピュアホット&クールリンクを期間限定の値下げ価格でご紹介します。夏は扇風機、冬は暖かい温風の出るヒーターと一年中活躍するのがダイソンのホット&クール。でもこちらはさらにもう一つ嬉しい機能付きです。それが空気清浄機能なんです、うん、高さはおよそ64センチ、 A4 サイズの紙が置けるスペースに収まるコンパクトサイズ、常に空気清浄しながら綺麗な風を出してくれるんです。スタジオのホット&クールスイッチ入ってますが、風の具合どうですか。なんかね、ショッピングスタッフの連携の良さね、はい、柳沢さんはガラスの向こうなんですけど、うん、1名だけショッピングスタッフがささっとセッティングして、はい、それこそ風のように去っていきましたけれどもいやいや、あの今スイッチ入ってますよ。なんかね、あのここから吹いてくる風がなんとしょ柔らかいって表現なんのかな、ね、ちょっと心地いいです。心地いい、うん、そうですね。そして優れた空気清浄を可能にしたのが360度グラスヘパフィルターです。こちらもスタジオに置いてありますが、フィルターは筒状で全長6メートル以上の長いフィルターを200回以上プリーツ状に折りたたんであるんです、うん、この高密度フィルターで PM2.5 はもちろん、それよりもさらに小さいウイルスなど PM0.1 レベルの超微小粒子まで 99.95% を除去します。これすごいんだよね、あのさ、うん、よく言うのはさ、腸のひだひだをさずーっと広げるとさ、テニスコートぐらいの広さみたいなこと言うのよ、うんうん、あれと一緒でこのひだひだを全部広げちゃうと6メートルになるんだ。はい、コンパクトだけど。そうなんですよ。ちなみに髪の毛の太さがおよそ PM100、 花粉が PM10、
目に見えない工場排気や車の排気ガスがよく見聞きする PM2.5 です、うん、ですから PM0.1 というとウイルスも含まれているんですよ、うん、本当に心強いですよね。すごいね。だから、小さいウイルスとかも 99.95% 除去、はいはい、はい、そうです。心強いね。はい、さらにフィルターには活性炭が配合されていて、嫌な匂いや有害なガスまで除去します。お部屋の空気がすっきりします。さらにお宅に Wi-Fi 環境があれば、出先からスマートフォンで遠隔操作も可能です、うん、スイッチのオンオフが外出先からできます。外で服に花粉なんかつきますからね、帰宅した時に空気清浄機がついていたらいいですよね、うん、風量調節は10段階、ボタン一つでファンヒーターに早変わりします。高速回転する羽がなく、電熱線などの発熱帯がむき出しになっていないので、小さなお子さんがいるご家庭にもおすすめです。保証は2年間、万が一故障しても自宅まで引き取りに来て原則3日間で直して届けてくれるなど、アフターサービスも充実です。さて、気になるのはお値段ですね、うん、ダイソンは高価なイメージがありますが、今回も期間限定の値下げが実現しました。ダイソンピュアホット&クールリンクは TBS ショッピング通常価格が税込み 65,780 円のところ、4月19日までの期間限定大幅値下げ、なんと 2万2000円引きの税込み 43,780 円、43,780 円です。お得ですよね、うんうん、特典として6600円するフィルターをもう一つお付けします、うん、さらに送料も無料です。なお、本日午後1時までのお申し込みで数に限りがありますが、明日お届けします。色はダイソンブルーとホワイトの2色からお選びください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。TBS ラジオショッピングでした。なかなかこう考えることはみんな一緒だから、割と空気清浄機のいいやつ売り切れが出たりしてますけれども、はい、買いに行くって表に出なくてもいいし、そうですね、で、まあ、数に限りはあるけれども、はい、あのすぐに届けられるということなんで、そうなんです、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。松田君、もしよかったら私と温泉行かない？え、いきなり？喜んで。よっしゃー、これで5人目。5人目仲間が増えればどんどんお得、伊藤園ホテルズの学割プラン。いい湯加減、旅加減、伊藤園ホテルズ。日本人の死因第1位、がん。悪性新生物と初めて診断確定されたら、最高300万円の一時金を受け取れるがん保険はいかがでしょうか。この一時金は支払い自由に該当する限り、2年に1回を限度として何度でもお受け取り可能。すでに他の保険へご加入の方も追加で検討なさってはいかがでしょうか。昭和15年以降にお生まれの満80歳までの方がお申し込み可能な新がんベストゴールドアルファ。お問い合わせは 0120-676-626 676-626 FWD 富士生命まで。艶やかな濃い紫色、博多ナスは JA 全農福連ナス部会の自信作。アクが少なくまろやか、どんな料理にもよく合います。3月末から6月が旬、特に4月17日宵ナス記念日の頃がピークです。おいしい博多ナス、ぜひどうぞ。桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店。食のプロがお金を出してでも食べに行くプロの味を探して、桐畑徹くんが都内のお店に行きまして、その味を試食します。さらにそのお店のシェフが通うプロのお店を呪術つなぎに教えてもらうコーナーなんですが、いろいろ説明しなきゃいけませんね。まず新井がまた外出まして、外のブースにいます。はい。そして中に入ってきたのがこの人です。おはようございます、蛍源氏の桐畑徹でございます。やっぱり飛沫対策でボリューム少し落としめの。そうですね。ただ椿が飛ぶんで、このアクリルボード助かりますよね、これはね。あの、後でセルフで消毒して帰ってください、ボードを。セルフでね。ね。でね、はい、ちょっとね、はい、いろいろありまして、はい、今週はあの、呪術なぎで言うと落差を紹介する予定だったんですけども、そうです。
まあ、新型コロナで、緊急事態宣言が発令されていて、はい、飲食店にも営業の、自粛、うん、自粛要請が、はい、まあまあ、営業時間の短縮等々ありますと、うん、はい、でこの状況の中で食べに行ってくださいってわけにもいかないと、はい、で今週からはしばらく、はい、過去にこのコーナーにご協力いただいた名店の中で、はい、現在営業自粛に協力しているお店に電話取材をしまして、うん、今こんな感じですよ、営業自粛が解けた暁にはこんなこと考えてますよっていうお話をお聞きして、はい、でこのもうみんなが胸張っていけるときに、うん、うわっと盛り上げようじゃないかと、はい、いう、形にしていきたいということでございます。そうでございます、今日はですね、2017年の7月10日にご紹介いたしました渋谷にあります博多もつ鍋鉄板お塩井さんでございます。ここはね、私も一度どこじゃね、3回ぐらい行ったかな。3回行ってます。3回行ってます。行ってますね。あの卵のやつ。そうなんですよ。シェフシェフのこのコーナーではですね、はい、半熟卵を上州豚で巻いて、でそれをこの甘辛のタレでこう炒めて絡みながらこう焼いて、その出来上がったものをご飯の上に乗せて食べる。もう想像しただけでもこれね。確かね、これ初めて聞いた時にね、俺に乗せてくれてたっけ。誰も食べないですよ、伊集院さんに乗っけてもね。これすごいのがシェフシェフの時がメディア初登場だったんだけど、はい、今もう超人気店だって。大人気ですよ、もうね。私も大好きです。あ、そうか。あ、私も行きました。あれでも行った。はい、ねえ。みんな行ってますね、これね。みんな行ってますね。さあ、ということで、お塩井の店長の太田さんにですね、はい、今お店どうなってますかと、木畑くん電話で聞いてくれました。はい。そちらをお聞きください。どうですか、現状は。現状は、今月のもう2日から、はい。営業自粛を始めてたので、はい。まあ、今、みんな各自自宅で自粛中っていう状態ですね。もうお店を完全に閉めた状態ですか。そうですね。僕らはお客さんと接するので、いつどうなるかが分からなかったので、うん、はい、もう自分たちで自粛をしようということで、自粛をさせていただきました、うん。結構早めの判断でしたね。そうですね。早めの方だったと思います。判断は。うん、渋谷は若い人が ね、多い街でもあるんで、はい、ちょっとこう人の出が、他のね、オフィス街とは違うのかな、はい、みたいな部分もあるんでしょうけど、はい、うちのお店の若いお客さんが早い時間来ていただいてたので、はい、まあ、そういったのも考えて、やっぱり自分たち元気な状態を保つのが一番かなっていうところですね、うんうん、はい、これ休業中どうしようかっていうのはあるんですか。そうですね、まあ、休業中なので、うん、各分散していろいろ家でできることっていうのはやってるんですけど、うん、新しいレシピを作ったりとかですね。ほうほう、まあ事務的な作業をしている人たちもいます。新レシピ新メニューなんてのはあるんですか。そうですね、今自宅でちょっとずつ考えている状態ですね。ほう、個人的なあれなんですけど、僕は今ずっと鶏ハムを作ってます。鶏のハム。はい。ほう、いや、なかなかこう家にこんなにずっといることもなかったので、家で何を食べるんだろうと思って考えたのが鶏ハムだったんですよね。はあ、やっぱり前向きじゃないといけないかなとは思ってます。今までだってお塩さんで鶏ハムなんてのは扱ってなかったんですもんね。まあ、特にないです。これじゃあもう再開の時に新しいメニューでちょっとお客さんを喜ばせる部分が見えますか。そうですね、お店に来る喜びっていうのはやっぱそういうところなんじゃないかなと思って今取り組んでおります。はあ、うん、ぜひその際はよろしくお願いします。いや、もうぜひその鶏ハムで一杯やりたいと思っております。お塩井ファンのお客さんにもちょっとメッセージをいただけるとありがたいんですが、最後にお塩井のファンの方に。はい、そうですね、まあ、こんな状況ですけど営業が再開した時にはまあ皆さん、まあ、どういう、ね、時間短縮とかそういったいろんな問題が出てくると思いますが、まあ、より皆さんにお塩井の味を楽しんでいただけるようなことを工夫してやっていこうと思うので、お力を貸してください。というです。前向きだね。前向きです。店長の太田さんは、さらにも今、家で鶏ハム。これちょっと、いざ食いに行かないと。いや、もう、鶏ハムを楽しみに、鶏ハムがいつか食べられるんだって思えば、俺は家に入れる、はい。そうですね。そういうことだよね、このコーナーはね。それを希望に持ってね、行きたいですね。さあ、博多もつ鍋鉄板。
版おしおいさん、おしおいっていうのは、はい、おはひらがなです、はい、で塩はね山水に夕方の夕、はい、塩止めの塩そうですね。でいいは洗いのいいです、はい、でおしおい井戸のいい、うんはい、JR、渋谷駅から徒歩10分です、うん、小東文化村ストリートって道にあるんですけど、はい、これね今はやってないんです、うん、だからスマホの地図なんかにメモってこのもう忌々しいお休みが開けたとこで、うん、そうです鶏ハム。いやー、行きたい。とろ玉ご飯。ああ、これは締めは絶対それですからね。ねえ、ということで、うん、切畑徹も、失業を免れたね。そうですね。その感じ、再取材よろしくお願いしますね、はい。いや、なんとかちょっと電話取材をさせてもらうお店を、ちょっと当たりたいと思います。はい、ということで、以上、切畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店でした。階段を見るだけで、ため息が出る。正座ができないから、畳の部屋が嫌。ずっと泣かされ、悩まされ続けてきた、その膝の痛み。加齢によって軟骨がすり減ったことだけが原因ではないかもしれませんよ。再春館製薬所の通算等は、自然治癒力を引き出す漢方に学んだ医薬品です。麻黄、杏仁、肝臓、防衣、翼位仁という5つの生薬がじっくりと膝の痛みに作用し、徐々に和らげます。まずは無料の試供薬からお始めください。送料も無料でお届けしますよ。お問い合わせはフリーダイヤル。0120-305-305 0120-305-305 です。305か2回ですね。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けておりますよ。通算とは指定第2類の医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。電話番号はくれぐれもお間違いなく 0120-305-305 305が2回です。B 型肝炎の給付金なら第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人昨年のお客様への給付金は平均850万円以上まずは B 型肝炎無料診断ダイヤルであなたにいくら給付されるのかをご確認ください B 型肝炎の方またそのご家族の方は今すぐ 0120-70-7000 番 70-7000 番いただきますおいしいね愛に満ち愛されるスーパーロピアよろしく感動できるスーパーロピア東京都知事の小池百合子です新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が発令されましたみんなの命を守るため外出の自粛などに努めてください生活必需品を購入するための外出は制限されません都民の皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。ではここで TBS ニュースです。ニュースデスクの伊藤隆太アナウンサーお願いします。お伝えします。自民党の鳩山二郎衆議院議員の秘書が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。鳩山氏の関係者によりますと、新型コロナウイルスへの感染が確認されたのは鳩山二郎衆議院議員の男性秘書です。鳩山議員との濃厚接触はないということです。東京永田町に勤務する国会議員秘書の感染が確認されたのは今回が初めてです。新型コロナウイルス感染症による死者が12日、世界全体で11万人を超えました。アメリカのジョンズ・ホプキンズ大学の集計で明らかになりました。死者は10日に10万人を上回ったばかりで、欧米諸国を中心に被害の拡大が続いています。また感染者は12日180万人を超えました。WHO 世界保健機関の12日付の状況報告によりますと、死者のおよそ7割はトルコや旧ソ連諸国を含むヨーロッパ地域事務所管内に集中していますが、今月に入ってアメリカの死者が急増し、世界で最も多くなりました。世界全体の死者は先月20日に1万人を超えてからは増加のペースが急加速していて、31日に4万人を上回った後は、1日か2日で1万人以上増える状態が続いています。一方感染者はヨーロッパ地域事務所管内が世界全体のおよそ半数、世界で最も多いアメリカは一つの国だけで3割ほどと欧米合わせて世界の大半を占めています。OPEC 石油輸出国機構の加盟国と非加盟国による連合体 OPEC プラスは12日、緊急テレビ会議を再び開き、1日あたり970万バレルの協調減産で最終合意しました。
一方、ロシアのプーチン大統領とアメリカのトランプ大統領、それにサウジアラビアのサルマン国王が電話会談し、この合意を支持しました。次です。東日本大震災で壊滅的な被害に遭った宮城県名取市閖上地区で今日、津波で全壊した閖上郵便局がかさ上げされた土地に再建され営業を始めました。最大およそ9メートルの津波に襲われた閖上地区では、かさ上げされた土地に住宅や商業施設の整備が進んでいます。閖上郵便局は震災以前に建っていた場所のおよそ500メートル南西に再建されました。営業開始にあたり行われた開局式典には、山田志郎市長や地元の町内会長らが参加し、テープカットで開局を祝いました。近所に住む74歳の女性は、これまではバスで郵便局に行っていたけれど、歩いて行けると嬉しそうに話していました。以上、ニュースをお伝えしました。TBS ラジオ、新型コロナウイルス、デイリーフロントライン。この時間は、首都圏の新型コロナウイルス関連の情報をまとめてお伝えします。まずは昨日1日で新たに確認された首都圏の感染者についてお伝えします。東京都では昨日新たに166人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。また感染が確認されていた80代の女性を含む高齢者2人の死亡も確認されています。これで都内の感染者は2068人となり、死者は42人となりました。東京都によりますと、昨日確認された感染者のうち87人は中野区の中野江古田病院に入院していた患者や医師などの職員だということです。中野江古田病院では今月4日に入院患者5人の感染が確認され、5日から外来診療と入院患者の受け入れを中止していました。東京都によりますと、入院患者には高齢者が多く、重症者がいるかは調査中で、感染した患者のほとんどは今も病院に滞在しているということです。一方、千葉県では昨日新たに44人の感染が確認されました。また感染が確認され医療機関に入院していた市川市の80代の女性の死亡も確認されています。これで千葉県内で死亡した感染者は5人となっています。千葉県などによりますと、新たに感染が確認された44人のうち、市川市の20代の男性と松戸市の60代の女性はいずれも介護福祉士で、松戸市の女性は市内の介護老人保健施設に勤務していて、今月2日に37度台の熱や咳などの症状が出た後、7日のみ出勤して入浴や食事のケアなどを行ったということです。また埼玉県では新たに40人の感染が確認されました。このうち8人は所沢市の社会福祉法人改正会が運営する2カ所の障害者向け介護施設の職員や入所者だということで、埼玉県はクラスター感染者の集団が発生したとみて調べています。そして神奈川県では新たに31人の感染が確認されたほか、川崎市で入院していた80代の女性が死亡しました。死亡した女性は呼吸困難を訴え、8日に救急搬送され、10日に陽性と判明していました。また横浜市によりますと、新たに感染が確認された60代から70代の男女3人は、市内の同じ医療機関の入院患者だということです。この医療機関では、リハビリ専門職の女性の感染が確認されていて、市は院内感染の可能性があるとみて調査する方針です。このほか、群馬県で11人、茨城県で8人の新たな感染者が昨日確認されました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休校が長期化する中、日本小児科学会では不安や苛立ちに苦しむ母親らへのメッセージをまとめ、ホームページで公表しています。お子様と暮らしている皆様へと題したメッセージでは、長期の休校で子供にストレスがたまり、言葉が乱暴になったり、兄弟で喧嘩したりする変化が起こりうると指摘。そうした姿に親のイライラが募り、感情的に当たることが増える恐れがあるとして対応策をまとめています。子供が泣き叫び続け、自分自身が切れる間近と思ったら、安全を確認した上で子供から一度離れて別の部屋に行くなどを提案していて、深呼吸などして落ち着いたら子供の元に戻ることを求めています。また夫婦で家にいる場合は、不安や苛立ちは異常事態に対する当たり前の反応であることを共有することも有効としています。その上で日本小児科学会は、悩みや疑問が出たら一人で抱え込まず、市町村の担当部署にも相談してほしいとしています。
おしまいに発熱などの症状がある場合の対応についてです。風邪の症状や37度5分以上の発熱が4日以上、高齢者や基礎疾患のある方は2日以上続いた場合、強い気だるさや息苦しさを感じている場合は各都道府県の帰国者接触者相談センターにご相談ください。電話番号は厚生労働省のホームページで確認することができます。帰国者接触者相談センターと検索し、お住まいの地域の保健所などへ相談してください。 TBS ラジオ新型コロナウイルスデイリーフロントライン、首都圏の新型コロナ関連の情報をまとめてお伝えしました。三浦淳と申します。伊藤聖光です。この度東京国立博物館のアジアの名品珍品だけを集めた建物東洋館だけにフォーカスした音声ガイドができました。その名も三浦淳伊藤聖光が行く東博東洋館見聞録。このプログラムはスマートフォンアプリ耳タブで聞くことができます。聞いてね。はい。時刻は10時54分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい。圏央道の外回りは相模原相川インター付近、前にあった事故の調べが行われているため追い越し車線が規制されています。八王子に向けて2キロの渋滞です。一般道は神奈川県内大和市の国道246の下りは上総八木で1キロ、埼玉の春日部市内の国道4号バイパスの上りは榎木付近、車両2台の事故の処理が始まって500メートルほど流れが悪くなっています。また埼玉市の国道122号の上りは緑区中野田で、こちらも事故の処理が始まっています。千葉県内は国道357の西行き、船橋市の若松では2キロ、都内は環八通りの内回り世田谷区桜ヶ丘5丁目付近では左車線で事故の処理が続いて流れが悪くなっています。昭和通りの内回りは上野駅前で2キロ半20分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分頃、ジェンスー生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。さあエンディングのお時間です。本日の山崎翔のメッセージですが、電話でご出演いただきました、はい、あのスイスの留学から早く帰ってきて、うん、小屋にずっといなきゃいけなかったという、はい、ホークス応援隊員タクさんには美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。はい。その他ご紹介させていただいた方へ、番組ステッカーをお送りしております。あとあの電話で、出てくださる方、また明日も募集しますけれども、電話で出ていただいた方にはこのステッカーにあの私のサインを入れます、はい、ね、汚れとも言われてますけども、ぜひぜひ電話で参加してください、うん、さあ明日のゲストサマーズの大竹和樹、同い年、ね、で、これ変則なんですけども、はい、スタジオ内の人数がもう限られているので、うん、明日大竹和樹、はい、で、今度木曜日三村正和っていうバラバラに出てもらいますんで、はい、なんだろうね、あのお互いのことどう思ってるかとか前にいない方が聞けるから、うんうんうん、そのあたり聞いてみたいのと、はい、あと昭和42年生まれ52歳同い年なんですよ、うんうんうん、だからアラフィフ男性なんかはちょっとこう同期感があるともお聞きの皆さんの中にもね、はい、ぜひこの大竹さん三村さんそれぞれに、何かこう質問がある方、ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp、はい、なんかさ52歳アラフィフの悩みとかさ、うん、そろそろほら皆さんアラフィフの方老眼鏡でしょこの辺りのこうついに汚感あるんですよ、そんなのも含めてですね、大きく募集したいと思っております。楽しみにしてください、はい、あと金田さんは本当近いうちまた来ていただいていろいろ聞きたいのがもちろん、うん、金田正一伝説まあ聞きたいですよ、はい、あとね
その妹さんが一時期タレント活動をしてて、はい、ネット環境ある人はね、エクボっていう若いティーンの女の子向けの化粧品、お肌の化粧品の CM やってて、エクボ CM 金田で多分動画で出ると思うけど、俺のもうドストライクの顔表情、もう表情も顔ももう全てドストライクの。ただね、パーツパーツが金やんに似てるんですよ。おだからたまに金やんよぎっちゃうっていうでもタレント活動そんな長くされなかったんでね、え今お母さんだって聞きましたけどね。まあいろんな方に助けてもらいながら、こんな状況ですけど明るく番組やっておきますんで、よろしかったらまた聞いてくださいということで、明日も朝8時半からこの時間のお相手は新井真希と伊集院光でした。この後はジェーンスー生活は踊るでございます。喉に違和感があったら喉直接潤う龍角散ダイレクト第3類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。